はい、皆さんこんにちは。レクセニー講師の赤木です。それでは合格答案作成講座の、答案作成編民法第1回始めていきたいと思います。まあ、入門生の方ですね、引き続き2年目の講座ということでどうぞよろしくお願いしたいと思います。それから2年目からね、この講座に入ってこられる方も、この講座自体ですね、約半年ほど、ライブクラス続いていきますけどね、よろしくお願いしたいと思います。早速ですね、まあ、今日講義第1回ということで始めていくんですけれども、お手元の資料等ですね、それから講座で使っていく資料、その辺の確認をしたいと思います。まあ、すでに申し込みされている方はね、問題集、これ少なくともお手元には届いていると思いますが、この問題集は毎回ね、使っていくと。で、おおよそ毎回20問ずつ、やっていきます。で、できるだけですね、事前に、問題検討をして、答案構成までね、ちょっと作ってきてください。で、その上で、私の思考と違った部分とかね、あるいは間違えた部分と、そういったところを、まあ、弱点の部分として復習をしていくというね、そういう勉強してもらえたらなというふうに思ってます。はい、それからですね、それ以外にもまあ、いろいろとどっさりとね、ライブクラスの方配布されたものがあったと思いますけれども、定義集とか、それから論証集ですね、こういうのは私あんまり好きじゃないんでね、こういうものはもう見なくてもいいですしね、それよりも、この合格答案作成講座でもう一個ですね、講義編というのがあると思います。そちらの方で、入門講座で使ったテキストを3分の1ぐらいに圧縮したですね、論文に不可欠な知識、これをまとめた、まあ一応ノートといいますかね、それがありますので、そちらの方をまあメインで使ってもらったら結構かなと。なので、まあこういった論証集であるとか、まあ、定義集であるとかね、好きな方は使っていただいて結構ですね、必須ではないよということで、皆さん好きにね、していただければいいかなと思います。はい。とりあえず、まあ、毎回ですね、20問ずつ解いていくということで、まあ、結構ね、予習が大変かなというふうには思います。ただ、まあ、何度何度もね、問題解いていくことで、かなりね、力がついていくかなと。まあ、毎回ね、例年言っていただけることではあるんですけども、もうこの講座で、論文に対するアレルギーが、まあ、全くなくなったとかね、論文に関しては、ね、どんな問題来ても大丈夫だなとかね、そういう風になる方がまあ結構いらっしゃいます。まあどんどんとね、貯金を作っていってくださいね。問題検討もですね、毎回20問とは言いますが、まあ18問17問になることもあると思います。それでもまあね、あまりこう、手前で終わらせるんじゃなくて貯金を作るという感じで予習はどんどんね進めていってもらえたらなと思います。はい、早速ですね、今日のまあ講座の中にね入っていきたいと思いますが。レジュメの方ね、2部、お配りしてるかと思います。まあ、全部で3部かな、あるかなと思いますが、1つ、B5 の1枚、ペラ1のやつですね。これ、問題集のランクを示しています。で、基本的には C ランクになってるものは、もう事前に解いていかなくても結構です。おそらくですね、入門終わった方にはね、なんじゃこりゃ、というふうなね、そういう問題になるのかなというのが、この C ランクでして、まあ、これは解かなくて結構です。で、基本的には A ランク、B ランクですね、こちらの方、まあまあ、メインで解いていただければと思いますが、結構 A ランクは少ないです。で、A ランクというのは何を指しているかというと、難解な問題です。現場で考えなきゃいけないとかね、そういう問題が A ランクになってきまして、まあ、知識で解くというよりはね、考えて解く、そういうふうな部分があるものが A というふうになっていると思ってください。で、それに比べると B ランクとなっているものですね、これらについては、事前に、入門講座等を受けていただけたらば、その入門講座に出てくる知識で、まあ、まず解けるかなっていうね、そういう問題が B ランクです。ただまあ、その、いろんな問題点の組み合わせだったりね、そういったところで、一筋縄ではいかないというのもあるかもしれませんが、知識レベルとしては入門でも解けるというね、そういうレベルが B ランクだよというふうに思っていただければいいかと思います。まあ、ひねりがないというね、そういう感じの問題が B ランクだというふうに思ってください。ですので、まあ、当面の目標は B ランクについて間違えずに解けるようにする。まあ、これはね、当面の目標としては当然あるかなというふうに思われます。で、その上で A ランクの問題をどうやってこうね、なんとなく解ける。ね、完璧に解けなくても結構です。毎回言うんですけどもね、論文試験で満点取る人は絶対ないんでね、論文試験でも取れても、まあ、6割、7割いったらいいかというぐらいですので、満点取るのはもうはっきり言って原始的不能ですのでね、気にしないでくださいね。そういう意味で、まあ、満点取ることを目標にはしない。ある程度、そのね、最低限みんなが取れるところは取りつつ、で、現場思考で取れなきゃいけないところを、まあ、ある程度かじりついて、まあ、なんていうかな、しがみついてね、取っていくと。まあ、それなりに取れたらいいと。こう思っておいてくださいね。完璧に解くというのはもうはっきり言って無理ですしね。その辺は完全な目標にはしない方がいいかなというふうに思います。はい、そういうことで。
まあ、この講座の中ではね、どんどんと問題を解いていきまして、解き方を確立する。まあ、それは最低限ね、皆さんにやっていただきたいなというふうに思いますが、その解き方を確立するだけじゃなくて、論文用の知識ですね、出やすいところというのをね、完璧にする、そういった講座にね、していただければなというふうに思ってます。はい、そういうことで、まあ、問題のね、ごめんなさい、ランク表については以上でおしまいということにしたいと思います。まあ、概ねですね、旧司法試験の問題と予備試験、こういった問題が多いかなと思いますが、問題数としては6回やるには足りないんでね、6回目はおそらく司法試験の問題にチャレンジするということになるだろうと思います。それらも、まあ、2、3問はね、できるようにはしていきたいなというふうに思ってます。はい、それから、レジュメが2部ですね、あるかと思います。で、体験の方はね、ちょっと薄めのレジュメになっているかと思いますが、論文の解き方集ですね、一応、申し込み済みの方には全科目載っけてますが、申し訳ございません、憲法のところがね、ちょっと図表が切れちゃってるというね、そんな感じになってまして、まあ、入門を受けていただいた方には入門のレジュメの抜粋です。そういう意味でね、まあ、入門のレジュメの方を見てくださいということになるんですが、憲法のね、ところが、適用意見のイメージですね、その図がちょっとこうで、ね、切れちゃってるという感じになってますので、まあ、そこはちょっとまた憲法に入った時にね、ちょっと補充するという感じにしたいなというふうに思います。なので、まあ、それ以外のところね、まあ、今日は使いませんけどもね、この解き方集というのが、まあ、要は論文のノウハウ本、これになっていくと思います。一応全科目ですね、この論破、解き方集ノウハウ本の、まあ、これミニマムですのでね、ここにいろいろとこうね、講座の中で気づいたこととか、あるいはこの解き方、あ、汎用性あるな、他にも問題使えるなというところをどんどん書き足していってですね、このノウハウブックというのを一冊ね、皆さんこれさえ見れば直前期なんとかなるというふうなノウハウブックをね、確立していただければなというふうに思ってます。まあ、この、ホッチキスで止めてありますけれども、外していただいてね、バインダーに閉じてですね、ノウハウブックということで一つのファイルにするという感じにしてもらえたらなと思ってます。で、内容についてはまあ入門の、レジュメをね、引用したものが多いんですけれども、まあ、入門でね、論文基礎力要請等を受けてない方も多いかなと思うので、その方は全科目共通のところね、もう一度次回まででも結構ですので、ちょっと読んできていただけたらなと。まあ、論文の問題の解き方ですね、全科目共通しているのは要件の検討をするということですからね、その要件の検討をするという姿勢が大事だよというね、これを全科目共通のところでね、読んで感じ取っていただければ結構です。で、その上でちょっと2ページね、ちょっと見ていただこうかなと思うんですが、事例問題の解き方、まあ、ほぼね、現状で出る問題は事例問題です。で、事例問題で絶対に間違えちゃいけないのは、こう、人間関係図ですね。ここで A さん、B さん、どっちか、とっかえてしまったらね、全く問題が変わってしまうということになってしまうので、まあ、人間関係図等をですね、これは正確にちゃんとね、作るようにしといてください。で、その上で、事前の問題検討の際なんですが、括弧の2、分析手法と書いてます。わざわざちょっとアンダーライン引いたんですが、時間無制限で解くことは絶対しないでください。もったいないです。なぜかというと、試験の本番では、必ず2時間なら2時間、1時間なら1時間と、こういう時間制限の中で解いていきますので、自分もその時間制限の中でどこまでできるかというのをね、やってもらえたらなと。普段からですね、これは繰り返しやってみてください。なので、今回の、講座の中で扱う問題ですね、問題集、ほぼ1時間問題です。1時間問題ですので、検討時間はマックス3分の1で20分です。いいですかね。1問あたりの検討時間はマックス3分の1で20分というふうに思ってください。で、それまでに答案構成を終わらせるという感じでやってみてください。で、まあ、ちょっとそれでは解けないよというのが多分最初です。まあ、そんないきなりね、20分で問題検討終わるというふうなね、そんな状態だこの講座いりませんからね。そういうふうになるのはね、まあ、1年先にはそれぐらいになったらいいなという感じで、とりあえずは20分でどこまでか。というのを分かるようにしといてください。ね、20分以上かけて解いていただいても結構ですが、とりあえず20分という時間制限を意識しながら解いていってね、実際の検討の際、20分ではここまでだったというのが自分で答案の構成でね、分かるようにちょっと書いておくというのが、まあ一つおすすめかなと思います。はい、それがまあ分析手法ね、いろいろと書いてますが、まあここは講座の中で何度も何度も触れていくかなというふうに思いますので、その出てくる都度ですね、ああ、こんなこと赤木言っとったなというのをね、実感してもらえたらなというふうに思ってます。で、あと答案化する際、まあ、これはちょっとこの講座の中では答案化まではね、ちょっとしていかない、問題検討で止まっちゃうね、そういう問題になってしまいますが、書くときには3番のところもね、ちょっと見といてください。で、僕は結構ね、入門のとこから言うんですが、問題提起いらないよっていうね、解釈する際に問題提起する暇があったらですね、結論から書いてあと理由書ければね、短く終わると。まあ、今日実際に、問題集ですね、その中でコメント入れていきますけれども、問題提起でどうのこうのっていうね、これ都市伝説ですよね、予備校が作った予備校の
のための予備校による都市伝説だというような感じがしますので、それはまあね、問題提起絶対しなきゃいかんかっちゅうと、別にいらないというふうにね、思っていただいていいかなと思います。むしろ、最近では合格者のね、多くは問題提起せずにね、合格してる方もかなりね、占めてるところで、まあ、いらんなというのはね、わかるのかなと思います。はい。で、あとまあ、復習の仕方を4番のところに書いてますけども、またそこもね、今日の復習の際に参考にしてもらえたらなと。まあ、今まででちょっと、この10分ほどで喋った内容もね、入ってますけれども、そこもまたね、参考までに見ていただければと思います。はい。で、今日は、まあ、民法第1回ということで、民法の問題検討するんでね、5ページになるかなと思います。ページ番号振ってなくて恐縮ですが、解き方集の5ページ。民法と商法は解き方一緒です。民法商法編というところですね、ここに、ちょっとね、コメントを入れていくということにしたいと思いますが、民法商法手順は共通です。まあ、なんてったってまずは人間関係図と時系列作ってくださいね。一応司法試験の問題になってくると時系列のその字がですね、日時にね、なってたりしまして、まあそこもまあ一応正確に書いておいた方がいいです。で、日時まで詳しく書いてなければ時系列としては丸1、丸2、丸3とかね、そういう感じでこう番号で振っていくという感じでしてもらえたらいいと思いますが、まずはここの時系列の作成、人間関係図ですね。これは、正確に、なんちゅうかな、問題解くために必要なコストだと、こう思ってね、できるだけこう、なんていうかな、省エネしすぎないようにね、しといた方がいいかなと思います。で、その上で手順に、まあ、ここがもう民事系のツボだと思います。原告の立場で訴訟物考えるも、これがもうね、大事なところでしょう。ここの訴訟物でさえ間違えなければ、ほぼ解けたようなもんです。で、この訴訟物のところをまず正確に捉えてね、その上でその要件検討していく。こういうスタイルをきっちりと確立するようにしといてください。なかなか問題の中にはね、訴訟物が何なんだというのがわからんと、こういうのも出てくるだろうと思います。その際には、民事系の考え方、引き出しです。物件か債権かのどっちかです。なので、物件的請求どうだろう、債権的請求どうだろうと、こういう思考を持ってください。で、物件的請求だったら3種類ありますね。返還妨害排除、妨害予防。それから債権的でも3つあります。約定債権、法定債権、それから代位取り消しなどというね、その3つの、思考規定がありますので、困ったらこの思考規定に帰ってください。原告の訴訟物の特定ですね。ここで困ったら、まあ、この思考規定に帰ると。こうすることでね、民事系の問題をおおむねですね、解けるようになってくるかなと。出発点でね、困るということはまずないだろうと思います。で、出発点が分かれば、あとは要件検討です。で、できる限り、まあね、要件について、まあ、丁寧に検討したらいいんですが、要件羅列しなくて結構ですからね、原告の、例えば債権者代権認めるためにはね、事故の債権だね、保全するためとか、なんか要件羅列する人がいたりするんですけれども、羅列は問題をね、答案を長くするだけですね、長くするだけで、あんまりそこに点はありません。なので、要件を上げろと、いう問題でない限りは上げなくて結構です。淡々と一個ずつ文言に当てはめるというね、そういう論文作ってください。括弧1、事故の何々についてとかね。そんな感じでこうね、一個一個要件認定していただければそれで OK です。はい。そこで終わっちゃダメ。ね、次、被告の反論手順さんですね。大体は被告の反論ところがまあ、検討のこう大きなね、柱になるということが多いかと思いますが、被告の反論、これは民事法的にいけば否認か抗弁です。優先的にはまずは否認でしょうね。で、否認がなければ抗弁、これを考えることになると思いますが、抗弁であれば、じゃあ今度は何か、ちょっとすみません、アンダーラインがね、ぐちゃぐちゃぐちゃっとね、なってますけれども、抗弁の要件充足性ですね、これを検討するということだと思ってください。で、抗弁について、まあ、なんだ、民事訴訟法やってるのか、それとも要件事実やってるのかわからんと。いやいや、そんなね、区別はないに等しいんです。もう民事系は民事系ということで、もうまとまってね、要件検討で、否認か抗弁か、これはもう全科目で、民事系3科目で共通だと、こう思っておいてくださいね。で、抗弁。私の入門を受けた方にはもうね、耳にタコができるような感じだったかもしれませんが、抗弁と言ったら基本的には、原告の主張する権利の消滅の抗弁と、不発生の抗弁と、行使阻止の抗弁です。このどれかになります。だから被告の反論で、否認か抗弁かで、否認じゃないな、抗弁っぽいなと、なったらこの3つのどこかで、まあ、答えは出てくると思います。で、1つとは思わないでください。
被告の反論実は複数あるということはね、これはかなり多くありますので、1個検討終わって、ああ終わったってね、そうならないようにね。でそうやって忘れるのが留置権ですね、そうやって忘れることが多いのが留置権の、まあ、権利行使阻止の抗弁ですね、そうやって忘れられることが多いね、抗弁になるかなと思いますが、まあ、この、抗弁の類型も3つちょっと頭の引き出しで持っておいてください。原告のそのね、物件債権の引き出しから債権についても3つの引き出しというのがね、必要なのと同様に、被告の抗弁も一応引き出しとしては3つですね、これをきっちり持っておくというのがまあ望ましいだろうなというふうには思います。それと同時にですね、できれば物件的請求系は苦手にする人が多いです。物件的請求に関する抗弁もできたら事前にインプットしておいてください。パターンがある程度決まってますのでね、物件的請求についての抗弁どんなのがあるかちゅったら、代表的なのはまずは占有権限の抗弁でしょう。まあ、占有権バラと書くで、それがまあ正確と言われつつありますが、権限の限ですね、普通に限るというふうに書いてもね、別にペンはされませんので、こちらでも結構です。まあ、好きな方で書いておいてください。で、占有権限の抗弁、これが比較的、まあ、多くね、出てくるやつでしょう。それ以外にも、所有権喪失の抗弁ね、これもまあ代表的な話ですね、原告が所有する、被告が占有する、これがまあ物件的請求の請求原因になってきますが、何言うてんねんと、原告の所有権なくなっとるんかなと、こういう反論ですね、原告の所有権なくなっとんかなというね、所有権喪失の抗弁、これがまあ2種類目として考えられます。はい、それ以外にも対抗要件の抗弁ですね、177条です。自分は第三者だよ、あんた登記ないやん、ちゅうね、こういう抗弁です、あんた引き渡し受けてへんやん、これは動産ですね、対抗要件の抗弁で、対抗要件の抗弁と先立つ対抗要件組による所有権喪失の抗弁かぶりますんでね、先立つ対抗要件組の方がまあどっちかというと強い主張ですので、先立つ対抗要件組の所有権喪失の抗弁ができるときはあえて対抗要件の抗弁に言及しなくても結構です。まあ、この辺はね、ちょっと、まあ、要件事実的にいくと A プラス B みたいな、ね、ことを言ったりするんですけれども、まあ、そう、あんまりそんな細かいことは今は気にしないでください。とりあえず、まあ、民法でね、一応抗弁として考えたときには、一応このね、代表的なものとして3つ、プラス、あえて書いておきます。留置権。4つ目。まあ、これが、かわいそうなぐらい忘れられるね、そういう抗弁ですよね、問題を検討してたらね、今日もまあ何個か出てくると思いますけどね、ああしまったってね、なる方が多いかもしれませんが、まあ、この留置権の抗弁、まあ、忘れやすいよっていうのはもう思っといた方がいいです。で、295条の要件で一番検討するのは何かっていうとね、権連性です。物と債権の権連性要件ね、これがありますけれども、まあ、その要件も、まあ、正確性をね、ちゃんと書い、持ったような書き方、これを教えていただけたらなというふうに思っております。はい、一応問題検討の中で、まあ、肝になるね、ところ、訴訟物の特定ですね、それからまあ被告の反論、これのまあ把握、まあ、おそらく民事系で差がつくのはこの2つですね、ここの2つさえ正確にできるようになっていけば、この後はね、なかなかこうね、大きく失点することがなくなってくるかなというふうには思われます。はい、で場合によっては再反論以下考えていてください、再抗弁再抗弁ね、場合によっては存在するということがありますので、まあ、そこは問題文まだ扱ってない事実があるという時にはね、あ、これもしかしたら再抗弁かなとかね、そういうことでちょっと考えていくという感じにしていってください。はい、でちょっと勉強の進んだ方向けの注意点になりますが、米印にちょっと書いてあります。訴訟物、要件事実論ではかなり厳格に細かくね、答えていくということがありますけれども、民法の答案ではそんなに的確にしかね、細かくやらなくて結構です。要件事実的にいくとね、例えば物件的請求だったらね、所有権に基づく返還請求としての土地、建物、明け渡し請求とかですね、そんな感じで言うし、あと個数を言ったりというようなこともあったりするんですが、そこまで厳密にならなくていいです。書き方としては、原告の所有権に基づく明け渡し請求とかね、そのレベルで結構ですので、とりあえず訴訟物らしきものですね、これを書くという意識を持っていただければいいかなと思います。で、あとはね、法律要件分類説、これに沿ってね、一応原告の
の書、被告の反論というのをね、適宜、まあ、粛々と、まあ、書いていくというふうにしていただければいいかなと思います。はい。で、これに、商法は訴訟要件が入ってくると。単なるこれだけのお話ですね。訴訟要件というね、まあ、民法では検討することがない問題ではありますけれども、出訴期間であるとか、原告的確であるとか、訴えの利益であるとか、そこは商法特有ですけれども、まあ、これも原告の請求を認めるための要件と考えればね、原告の主張の中で当然検討していくということは、まあ、おのずとわかるかなとは思います。はい。あと一番最後、米印ね、書いてあるところ、答案ではうんぬんというね、書いてます。これちょっとさっきも言ったんですが、要件前出し、必ず答案でしなきゃいけないことしなくて結構です。明示で問題文で要求されてない限りね、特に挙げなくて結構です。で、特にね、訴訟物と請求原因はあっさり書くと。いうふうな形で進めていくことが、答案上はここね、得策だったりします。そういうふうなところで、ちょっと参考までに、もうね、請求原因明らかとかね、そういうふうな事案だったら、その下のような例のような書き方がありますね。例えば A を B に対し、A、B 課の売買契約に基づき、代金支払い請求なし得るとかね、これでもう訴訟物と請求原因終わり。で、ここの中の AB 間の売買契約。まあ、ここが請求原因兼ねた表現ですし、その後、売買契約基づく代金請求。これ訴訟物兼ねた表現ということで、まあ、こんな感じでね、あっさりと書くというのも一つですし、その下、例ですね、物件的請求です。AB 間の売買契約が先に取り消されて、訴求的に所有権者であるとして、建物を占有する B に対し、所有権基づく約束請求すると考えられる。これでもですね、請求原因と訴訟物がもう一気に混じったね、形でありますけども、コンパクトに訴訟物と請求原因書き終わってますからね、これでね。それでももう十分だよと。物件的請求、要件は原告主張、被告占有であると。で、原告主張についてこれとこれがあるから認められる。ね、被告占有についてはこうで認められると。そんな風に書いてたら多分7行ぐらいになるんですけどね。この書き方したら多分2、3行で終わるということになると思いますんで、こういった短い書き方も、まあ、書く工夫ですね。書き方の工夫としてこの講座の中では随所でちょっとお話ししていく予定にはしてますけれども、その辺のこう短い書き方ですね。これ役に立ちますんでね、いろいろとこうね、参考にしていただけたらなというふうに思っております。はい、何せよ、まあ、問題検討の手順でキーになるのは手順2、手順3ですね。原告の訴訟物、ここで絶対に間違えないということと、被告の、まあ、反論ですよね、これを的確に捉えるといったところが、まあ、問題の中ではね、大きなウェイトを占めているかなというふうに思っておってください。はい、ということで、まあ、この問題の解き方を徹底的に、まあ、民法は6回ですね、約110問ほど、から商法でもね、さらに数十問ですね、やっていきますので、まあ、おそらく商法終わる頃までにはね、この問題の解き方は大体頭に入っていると思いますしね、自然と考えなくてもできているという感じになっているかなとは思います。はい、ということで、まあ問題ね、もう論より証拠ということで実際に問題見ていくということにしたいと思います。はい、早速問題集ですね、こちらの方を開いてください。まあ、事前に解いてきている方が、まあ、多いかとは思いますけれども、まあ、1回目ということもあり、で、体験生もいらっしゃいますのでね、ちょっとゆっくりめに、まあ、こう、今日は進行しようかなというふうに思ってます。はい、第1問のとこですね、早速開いていってください。はい、旧司法試験の22年第1問、その問題が上がっておりますけれども、さあ、問題見たときに皆さんどっから解くかですね、どっから見るかですね、この問題は、1番以下の設問が長いですね。設問が約10行ほどあって、上が5行ですので、こういう問題は設問から読むのはちょっとアホくさいなと。上から読んだ方がいいと思います。で、普通の問題はというと、設問の方が短いのでね、先に設問から読むというのがまあ鉄則です。ただ、こんだけ設問が長いと、上の方から読んだ方が早いということになるかなと思います。なので、まあ一応上からね、読んでもらったら今回はいいだろうと思います。はい、ということで、まあ上から読んでいくよ、ね。そういうことをしていきましょう。で、結構問題文ね、読んでいくにつれて、いろんなヒント、情報ですよね。それがありますので、それもね、気づけるといいかなと思います。はい、とりあえずまず、現在90歳の A。ということで、まあ、90歳ということで書いておきます。うわーね、判断力やばそうだなと、もう90歳中ね、見た時点でね、判断力、あ、もしかしたらこういう能力系来るかもなと、こういう予測はね、立てられるといいかなと思いますね。はい。で、病が進行して判断力衰え始め、2年前からしばしば自理弁識能力書くと、医師無能力ですね、そこも当然想像が入ってくることになります。で、絵画の好きな絵、自理弁識書いてる時に、画商 B の言うままに、B の所有する絵画、これを500万。これで買い受ける契約したということですので、まあ、絵ですね。まあ、絵。ちょっと絵が汚いですけどね。まあ、これもひらがなの絵でもいいと思いますけどね。とりあえず、まあ、とりあえず手控えは自分がわかるね、形で結構ですが、まあ、絵についての売買500万ですね。こういった情報をこの中に書いて入れておきます。で、直ちに履行済んでますので、引き渡しですね。代金、これは済みというふうに思ってください。
理工が住んでる時にはね、私は隅というね、そういうひらがな2文字を入れておくことが多いです。理工がまだであればね、みの1文字を入れるというふうな感じでね、理工が住んでるか住んでないかというのは、まあある程度ね、わかるようにしとくと、まあ、問題文をね、的確で把握できるでしょう。はい。これに関して、問いの1、問いの2ですね、2つあります。まず1、括弧の1。A は、高絵画を B に戻して500万の返還請求できるかということですので、500万請求できるか。で、また、B に絵画を800万で購入したいという顧客が現れたときに、B から A に対して、絵画の返還請求できるかと。はい、これが1番括弧1の問題です。ということで、まあ、優しい問題だなって感じがしますね、これはね。なかなかね、優しい問題だなと。はい、まずは500万の返還請求です。当然 A の方から言うとしたらですね、イシム能力の状態で買ったというわけですので、まあ、不当利得返還請求だろうというふうに思いますよね。不当利得返還請求だ。で、要件としては利得損失因果関係法律上の原因なしということでありますけれども、この中で、利得損失因果関係はもう明々白々ではあるんですけれども、要件は充足していることは、どっかの論文の中には入れといてください。いいですかね。利得損失因果関係があるというふうな記載はどっかには入れとくと。メインは法律上の原因とこなるとは思いますけどね。利得損失因果関係の要件認定ちゃんとしてるということはちゃんと落とさずに書いとくようにはしといてください。で、法律上の原因なしとしてはもちろん今回は医務能力ですね。医務と書いてます。民法改正で条文ができたんですけどもね。そこはもう今は置いといてください。民法改正の話は置いときますね。医務能力、これによる無効ということで、不当利得返還請求していくことが考えられると。まあ、いうことで、これについて特段否定するものはないですよね。いいですかね。とりあえず500万の返還請求ですね。これは不当利得返還請求として認められると。はい。他方で、じゃあ今度 B から A に言えるのかについては、これも要件としては703にはなろうかなと。要件じゃない、訴訟物ですね。703にはなろうかなと思いますけれども、B の方から、医師無能力の主張ができるか、これはまあ典型的な論点ですな。医師無能力の主張については、これは、制限行為能力者、無能力者保護というね、そういう趣旨からして、主張権者は無能力者側に限定するべきだと。まあ、こういう理屈が、まあ、比較的有力な見解だ。ということで、その立場に立って、無能力主張は B からはできない。よって変換席することはできないと。まあ、優しい問題ですね、これはね。この問題でつまずいているようでは、ちょっとね、先が思いやられるという感じになるかなと思いますけれども、まあ、ここは粛々とね、一応この認定ができたら OK でしょう。はい。ちょっと彩りつけるとしたら、1番括弧の1。B に戻して500万の返還請求と言ってますよね。絵画を B に戻すというところについて、一応は同時履行の抗弁権がついているので、とかね、その一言添えたらですね、非常に的確な答案というふうにね、よりなるのかなと思われます。ね、医師無能力による返還請求がなし得ると。で、この物の返還と、それから500万の返還。これは同時履行関係なので、絵を戻して500万の返還請求することはできると。まあ、こういうふうにね、一言添えたらより丁寧なね、論述になるのかなと思います。はい。利得損失因果関係。まあ、認められるのは当たり前であるんですけども、どう短く書くかですね。利得についてはここから認められる。損失についてはこれこれから認められる。因果関係についてはこれこれから認められると。書こうと思えばこんだけのね、ものが書けますが、それ書くだけでも5行、おそらくかかると思いますね。それをまあどうやって短くするか、ということで、一応不当利得の要件として、利得損失因果関係ですね。まあ、私だったらこんな書き方するかなと思います。A は、ですね。B が、A の財産によって500万円の利益を受け、そのために500万円の損失が生じたと言えと。これでどうでしょうかね。利得損失因果関係全部入ってるかなと思います。まあ、利益、そのために、損失。まあ、
要件の因果関係、要件ですね、そこの、まあ、表現としてもし文言の部分を強調したければこういう、ね、書き方があり得るかなと。これでも文章としては完成ですね。法律上の原因以外の要件を充足すると。まあ、正確に書くのは法律上の原因なく以外の要件を充足する。で、その後法律上の原因なくというところにまあ言及を進めていけばいいかなと思います。はい。ということで、まあ、ここはそんなに難しくないので、書き方のちょっとね、ちょっと工夫ということで、まあ、短く書く場合、これ、ものすごく大ヒントでありました。他の科目にも通用するところなんですが、文言に当てはめてるだけなんですな。703条の文言の流れを意識しながら、そこに事実入れ込んでるだけなんですね。A は、B の、B が A の財産で500万の利益を受け。で、この要件になりそうな、鍵になりそうな要件のところだけ仮括弧でくくっちゃっててね。事実、文言、事実、文言ってね、こういう並びになっていることに気づいてください。事実、文言、事実、文言というね、一番短い、その論文の要件認定の仕方。抽象化するならば、事実、文言型ですね。こういう書き方が一番短いかなと思います。で、民法の場合はね、こういった定義なんかがこういらないような、そういう要件が多いですからね、こういう書き方でまあ特に問題なくいけるんじゃないかなと思います。はい。で、これが刑法になるとちょっとね、定義がちょっと入ってこなきゃいけないというのが出てきますね。刑法だったら、例えば構成要件の定義ですよね。摂取とは、うんぬんとね、まあ書いていかなきゃいけないし、住居とはですね、とかね、いろんなまあ定義の規定があったりするので、その定義がまあ書かなきゃいけない文言になってくると、ちょっとまた書き方変わってくる。またこれは刑法でね、お話しようかなと思いますけれども、基本短く書くパターンはこの事実文言タイプですね。これがまあ早いかなというふうに思います。はい。さあ、先行きましょうか。1、括弧の2。ちょっと字がちっちゃくて申し訳ないですが、1括弧の2、そちらの問題の検討に入ります。はい。 A が B に500万の返還を請求する前、 A の責任に帰すことができない事由によって絵画が喪失していた場合に、 A の B に対する返還請求を認められるか、 B からの反論を考慮しつつ論ずよということで、はい。 A から B に対する請求、703条の請求原因についてはこれは OK なんですよね。これはもう1括弧の1、これ検討済みです。なので、請求原因についてはもうこれは特に検討する必要なしですよね。なので、さあ、被告の反論、B の反論何かというところです。で、B の反論としては、絵画が滅失しているということですので、絵画の返還との同時履行、これは言えないわけですね。もう絵画そのものはないということですので、絵画の引き渡しとの同時履行、これは言えないと、こうなります。じゃあ、どんな反論か。ということで、まあ、これが危険負担の理解につながってくるんですけどもね、絵画の引き渡し、一方の債務が滅失したんだから反対債務も消滅すべきだという危険負担による権利消滅の抗弁ですね。これがまあ、あり得るかなというふうに思われます。で、536条、これによる債務消滅の抗弁、これがあり得るかということが、まあ、言えてくるかなと思います。はい。まあ、これ、危険負担のね、入門の復習にはなってきますけれども、536条1項、これは、債務消滅の抗弁の形で使っていくね、請求に対して債務が消えたんだ、というね、そういう反論です。で、それに対して債権者主義というのは、この5361項に対する反論としてね、扱っていけるかなと。5361項が、まあ、原則論にはなってきますけれども、その例外、この5361項に対する、の主張に対する再反論。そしてね、債権者主義534であったり5362項と、こういうのがまあ使えていくかなという位置づけになります。はい。で、536使うかですね、不当利得返還債務の消滅に対して536を使うかどうかと、ここは実は現場施行要素がないわけじゃないです。で、似たような論点は入門では実はやってましてね、解除の現状回復義務に関しては実は入門ではこれ扱ってましてね、解除の現状回復義務が不可能になった時に、さあ、そのね、価格返還義務に変えるのかどうかと、そういった問題がね、あったりします。で、
今回の物の変換が不能ですよね。だから代金の変換、これも消えるかという問題について、いろんな立場あるので自説が論じられたらそれで OK です。自説が論じられたら OK ですが、契約の解消による現状回復ですよね、いわばね、契約の解消によって元通りにするというのがこの不当利得の場面です。解除の現状回復も元通りにするというのが目的なわけですので、元通りにするというのを徹底するならば、物の返還無理だったらじゃあ金でというのは十分あり得るお話になるはずです。価格償還義務で、価格償還義務との相殺ですよね。これが、まあ、B からの反論としてあり得るかなと、こう思われます。はい、価格償還義務、まあ、500万ですかね、500万の価格償還義務との、まあ、相殺ですよね、これをまあ主張していくと。で、これが認められるかなと。ただここもちょっと悩みどころはあります。物の返還義務、これもともとは703の返還義務だったんですよね。いいですね、もともとはです、もともとはもともと703の返還義務だったんですよね。現存利益が原則だったんですよね。今もう絵はなくなってんだから現存利益ないんちゃうのと、これとのバランス考えるとちょっと悩ましいことが出てきます。どうすっかなという感じですね、703の文言ですね、一応現存利益に限り返還義務を負うと。利益の損する限度において返還する義務ですよね。だから絵がなくなったんだったら現存利益ないじゃないかと、だから価格償還義務もない、これもまああり得る選択肢です。どっちでもいいです。自分の納得のいく方で書いておいてください。とりあえずは536条使うかどうかという問題がまず1点で、使わないとしても現存利益の限度で返す義務があって現存利益なくなってんだから、その限度でも価格償還義務もないとするべきだというのもまああり得るし、生産なんだから金で返すべきだというのもあり得るし、自分の納得いく考え方、それを示していただければそれで OK です。ね、こうしなきゃいけないというのはありませんのでね、筋が通っていればこういう問題は OK、そう思ってください、ね、筋さえ通っていればそれで OK だよと、こう思っていただいたらいいかなと思います、まあ、納得のいく、ね、形で書いていただいたらいいですが、そこのまあ決断ですよね、これがまさにこう司法試験型の問題では、ね、一番重要になってきます。決断です。もう最後はエイヤーですね、エイヤーね、そういうふうにやることも場合によっては必要だよというふうに思ってください。はい、ということで、まあ、いろんなパターンがあると思います。捜査の公明認める、認めない、ね、両方あるかなと。で、それ以外にも、まあ、価格償還義務との、確証がない、現物変化不能になったんだからという危険負担によるね、消滅の公明と、これもあり得るかなと思います。はい、これが、まあ、問いの字括弧の2というところで、以上でおしまいにしておきます。はい、続いて2、問いの2。AB 間の売買が履行された後、A を非貢献に、C を貢献とする貢献開始の審判ですね。これがなされたときに、AB 間の売買権に関する C による取り消し無効追認の可否について論ぜようと。取り消し無効追認、これの可否ということなんですけれども、履行後の審判です。履行後の審判ということで、まず取り消しができるか、取り消し、成年非貢献人の行為の取り消し条文どこだったって、これ入門でねちょっと言ったあれですけどね、1桁2桁状態にありましたよね、あれは5条から4条おきにね、取り消しに根拠条文があったりするというような感じだったんですが、未成年者は5条、成年被告人は9条ですね。で、補佐人13、で、補助人17ってね、そんな感じでしたけれども、9条、これ見ていただきますと、
成年非後見人の法律行為じゃないと取り消せないわけでね。今回契約した時点ではまだ成年非後見人ではありませんでしたので、これはダメよというふうに思ってくださいね。成年非後見人の法律行為になってません。いいですかね。成年非後見人がした法律行為ではないからね。成年非後見になる前にした法律行為ですので、これはできないと、こうなります。民事系のこの辺隠れたツボになりますけど、時点というのがねすごく大事になってきますよね。法律行為なされた時点でどうだったの、中等成年非後見人じゃなかったんでね。そういう意味で、今回は救助の要件満たさないということになります。はい、じゃあ無効の主張は C がなし得るかということですけれども、今回意思無能力の無効、これをまあ主張することになると思うんですが、それは本人が言えるんだったら成年非後見人言えるよなと。根拠条文なんでしょうね。成年非後見人の代表権824、ちょっとこれは覚えとかなきゃしゃあないですね。82ごめんなさい、824ごめん、これは親でした、失礼。859失礼いたしましたね。成年非後見人859、ということで、まあ、無効主張の可否といったら、まあ、一応包括的代理権があるので無能力主張ですね。無能力に無効主張、これは当然できるということになるかなと思います。はい、あとじゃあ追認ですけれども、これ取り消しによる追認じゃないですね。取り消しうる行為の追認じゃなくて、今回無効行為の追認で考えなきゃいけません。で、無効行為の追認で考えると119無効な行為の追認は追認によっても効力生じない、ありゃーという感じになりそうですが、正し書きがありますよね。当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは新たな行為したものとみなすと。あ、これ使えそうだなと。後見人は一応包括的な代理権があるのでね、その包括的代理権があって、当事者のやったことが無効だことを知って追認したときは新たな行為、つまり新たな契約したものとみなすと。あ、なるほど、ということでね、119の正し書き、これに当てはめて有効にするというのは、これはあり得るかなと思います。はい、119条の正し書きですね、これをまあちょっと使っていただければいいんじゃないかなと思います。はい、まあ122を類推するっていうのもないわけじゃないですけどね、無効行為の追認だからね、119でいいんじゃないのという感じがします。ここはわざわざ122ないしは124、このあたりを類推するという、わざわざ線でも明文の条文があるんでね、そっちの方を優先した方が僕はまあいいんじゃないかなという気はしています。はい、ということで、まあこの辺のね、検討ができたら終わりです。はい、ちょっとまあ問題としてはね、若干ちょっと異例ではあります。こんだけ証文がある問題は普通は比較させることが多いです。普通は比較させる問題が出ることが多いんですが、この問題に関してはさほど比較というね、そういう目線がなくても大丈夫かなというね、そんな感じはします。こんだけ証文が分かれているときには比較せよというね、これちょっと頭の片隅に入れといてください。比較して、何か違いがないかというね、そこはまあ一応問題の中にはね、比較を求める問題がありますので、そこは注意として持っておきましょう。あと質問間で論理矛盾しないようにというのも、これもですね、質問が複数分かれる時の注意点です。なので矛盾しない、それから比較するというね、そこは質問が分かれている時の要注意点かなと、こう思っておいてください。はい、以上でとりあえず問いの1ですね。ちょっと時間かけましたけれども、まあこんな感じでね、今日はね、ちょっとゆっくりめになるかなと思いますが、後半ちょっとスピード上げますけどね、前半はちょっとゆっくりめでやっていこうと思います。はい、ということで、まあ第1問以上でおしまいですね。まあ多くの方がそれなりのところまでいけたかなというね、そういう気がするんですけれども、考えなきゃいけないところでね、どういうふうに考えるかですね。そこはまあある程度入門の知識でね、対応できる問題ではあるということで B にはねしてますけれども、まあちょっと入門のところの知識があやふやだったという方はね、そこの復習を合わせてしといていただけたらと思います。はい、第2問、ちょっと変わった問題で C ランクにしときましたんで、まあ検討としてはいいかなというね、そんな気はしています。ただまあね、なんていうかな、請求の項目として困る項目の一つであるかと思います。ちょっとこの第2問ですね、まあ、検討した方もいるかもしれませんし、まだね、見てない方もね、いるかもしれませんけども、この第2問ね、ちょっとだけ1点だけコメント入れさせてもらいます。難しいのは何かというと、
追加工事の費用、この請求が何によってできるかっていう問題です。もともとの工事代金の請求は請負契約に基づく請求でいいんですけどね、追加工事の請求、これについても基本的には約定債権から考えるというふうな視点を持っておいてください。いきなり不当利得でいかないでください。注意点です。いきなり不当利得でいくっていうのはちょっと待ちいいだと。民法の問題は契約による請求が原則だというのがありましてね、民法上はまずは契約上の請求と。ただ今回追加工事について明確な合意がないんです。明確な合意がないのに契約上の請求と言っていいのかどうかというところは非常に悩ましい問題があります。でここどうするか、もともとの契約の合理的解釈をしていってください。もともとの契約を合理的に解釈すれば、ああこういうふうな追加工事が起こることは当然に予定していたと、その予定していたものなので一応契約上の請求として認めるべきだと、こういうふうなまあ論法があり得るかなと思います。ちょっと科目変われば共謀の射程の議論とよう似てるんですけどもね、とりあえず当初の契約に含まれるお話なのかどうなのか、また当初の契約の合理的な意思解釈というね、この視点でまあやっていただいてもいいのかなと思います。はい、でこれがちょっと難しければ、無理なら法定債権に入ってください。無理なら法定債権です。で法定債権と聞いたら703条以下を思い出す方が多いと思いますが、事務管理も入りますからね、事務管理、不当利得、不法行為、まあこれらが代表的な法定債権ではありますが、それ以外にも費用償還請求とかいろんなところに民法上散らばってますんでね、この散らばった費用償還請求系の法定債権条文はちょっと条文素読の際に見落とししないようにしておくといいですね。択一の勉強するときにね、結構民法の条文全条文見たりするんですが、あこれ法定債権の条文だとかね、気づくことがあります。気づいたら、あこれ法定債権用の条文ね、論文で使うかもなっていうね、そういうマーク入れといてもいいだろうと思います。そういうことで、まあ、ちょっと法定債権は基本的には697条以下ではあるんですけれども、196とか248等々ですね、いろんなところに散らばってますんでね、その、まあ、法定債権の散らばり方ですね、あちこちあるよということを知っておいてください。法定債権697以下が一応メジャーな、ね、法定債権ではありますが、それ以外もあるよということは知っておきましょう。はい、それ以外に、まあ、この第2問の問題は公序良俗違反がメインでありまして、ね、公序良俗違反問題で書かせるかっていうね、あんまないですね。で公序良俗違反万が一出たらこう思っておくといいですね。無効にするのはどんな場合、反社会性が強すぎる場合と、こう思っていただいたらいいですね。反社会性が極めて強い場合には無効にするということで、まあ、公序良俗違反するかどうか、これはもう価値判断したいかなってね、建築基準法の若干の違反ぐらいだったら、まあ、そんなに反社会性強いとは言えんかなってね、ただまあ、作ったらいいけれども、すぐに倒壊しそうな建物とかね、こういうふうになってくると、ちょっと若干反社会性あるかなということで、あかんというふうにすることもあり得ます。まあ、ちょっとこれはね、一概には言えないので、まあ、反社会性強いときには無効にするというぐらいには持っとってください。はい、何もまあ、あまり復習対象にしなくていいかなというね、そんな感じで結構です。はい、ということで、第3問ですね、そちらの方に入っていきましょうか。参考答案回答例で、ね、特段文句がなければ私否定はしません。とりあえず回答例ですね、ちょっとこれおかしいんじゃないのってね、そういうところにはコメントを入れていきますけども、特段何も言及しなかったら、まあ、一つの答えとしてありかなっていうね、そういうまあ一応指示と思っておいてください。ただまあ問題提起してるとことかね、その辺はまあカットね十分できるかなと思いますんで、書き方ね、工夫と、まあ、場合によってちょっと入れていこうかなと思います。はい、第3問ですね、こちら入りましょうか。はい、第3問、今度はまた、17歳というね、いきなり入ってますが、これ第3問設問どこかというのは見えにくいですけどね、大体設問一番最後入ってるんでね、一番最後見ると A のかかる請求認められるかということで、 A による請求です。ただ物件的請求か債権的請求か書いてませんのでね、この訴訟物の特定で、まあ、間違えちゃいかんだというふうに思っておきましょう。はい、で A が17歳と書いてますね。ああまた未成年かという感じですね。これが親の同意得ないで B からバイク購入と、
同意なし。で、その際 A を B に対し未成年であることを非し、成年者であるかのような素振りを見せていたと。まあ書くと長いんでね、素振りとだけ手控えで書いとったら分かるでしょうね。素振りですね。これをしたと。で、B としては、あ、高校生だと。A の努力虚しくですね。とりあえず、まあ、様子から高校生だとは思ってたけども、まあ、金払ってくれたらいいかということで、引き渡したと。高校生だと分かってたと。ね。いうことで、まあ、いろんな書き方あると思いますけどね、丸こうだとね、書いておきました。もう高校生だと。見破ってたっていうね、そういう意味です。はい。で、その後、バイク乗り回していたが、事故を起こして使用不能にしてしまったと。はい、バイク不能になっちゃいました。で、契約締結から4年後に、未成年取り消しですから5条ですね。未成年取り消ししたけれども、取り消しからさらに、すみません、4年後。で、さらに、3から5年後に、代金の返還を請求したと。ということで、まあ、訴訟物特定、なんも苦労なかったという感じですね。特に苦労なく703条ということで、まあ、いいだろうと思います。はい。似たような問題解いていくので、さっきの問題と似てるなというね、その辺もまあ、感じるところではありますが、はい。とりあえず、まあ、返還請求として代金、まあ、703ですね。代金の返還請求としては703、不当利得の返還請求ということになっていくでしょう。で、法律上の原因なしということでは、今回5条2項ですよね。未成年者同意なく行った行為ということで、5条2項。できたらこの辺のね、条文もテキパキとね、挙げられると理想的ですし、答案構成の時にはね、この条文番号だけ書くっていうね、それも早い答案構成の仕方です。答案構成としてですね、この条文さえ、たどり着ければもう終わりっていうね、そういう問題も結構あったりするんですけれども、条文の番号ね、できるだけまあ、メジャーな条文については、特に何も言わずに、ね、数でパッとね、ピンポイントで特定できるというようになるのが理想的ですが、まあ、できない方もね、1年間まだね、本番までありますのでね、その1年間の間にじっくりとね、鍛えていくということにしておいてください。はい。ということで、まずは未成年取り消しで、代金返還請求というのがまあ考えられますけれども、さあ B からの反論ですね。何があるか、いろいろありそうです。まず1個腹立つのは、ここでしょうね。お前、成年者というふうな素振りしたじゃないかということで、一つあるのが21条、詐術のお話です。で、詐術のお話は若干細かいお話ではありますけれども、まあ、黙ってただけではダメだと。積極的に成年者であるかのように装っていた。これを詐術というふうに言っていくということではありました。ただ今回もう見破られてますんでね、詐術取り消しのよう、あ、ごめんなさい、詐術による制限の要件としては相手の誤信ですよね。これが一旦ですね、詐術で相手が騙されたという場合であれば、取り消しは許さないと。相手の取引安全を守るというね、趣旨はまあ相手の取引安全、それから本人の制裁と、これが2個ね、趣旨が入ってきますので、相手が信じたことがありますので、これは不可です。はい、誤信なしですね。誤信なし。じゃあ他に、ということで4年5年とかいうのが上がってるので、取り消し権の消滅事項、これどうかなと。これありえますね。取消権の消滅事項で126で、取消しそのものは4年後だけれども、不当利得返還は9年後やと。もう26になってるんですね。もうエースとしてはおっさんちゃうかという感じがするんですけれども、とりあえずこのね、126条によるまあ制限が不当利得にまでかかるかというね、こういうまあ問題があります。まあここは学説と判例が真っ二つなところですので、自説をまあ論じていただいたら結構です。判例従う方は判例紹介したら終わりですね。判例に従わない方は判例を紹介するというね、その手間がかかりますので、できたらまあ論文では判例に従っておくっていう方が覚えるの少なくていいかなという感じがしますね。とりあえず126条で、不当利得これも5年にかかるかということについて自説を述べておいてください。判例的にはノーですよね。不当利得請求については別途10年。
権利行使可能時から10年ということで、時節として判例に乗っかる方は、まあ、この126条の反論、これはできないと。一応判例ですね。不当利得請求については別途10年。こう考えるのが判例ですので、126の主張はできないと。さあ、他。金返せ言われてもバイクも返せよと。こう言いたくなりますね。なので、バイクについてどうするか。ということで、533言いたいですけど、これはできませんね。もうバイクは使用不能と。いうことですので、まあ、使用不能になったバイクでもよかったら返してもらっていいですけどね。まあ、壊れたね、めちゃめちゃのバイクですよね。これであれば、まあ、バイクとの、まあ、同時履行ですね。これは、まあ、あまり現実的じゃないな、ということで、そうすると、さっきと同じ議論ですよね。危険負担にするのかどうなのか。で、価格召喚にするのかどうかと。現存利益にするのかどうなのかと、まあ悩ましい問題ですね。はい。まあこれも第1問のところと同じですので、もうこの後の検討は終わりね、一応流れとしてはもう1問のところと同じですので、終わりにしておいてください。はい。ということで、まあ、この問題については以上でおしまいというね、感じかなと思います。ちょっと問題としては優しい方かなというね、感じがしますし、1時間もかからないね、答案化するの僕だと多分2ページで終わっちゃうなというね、そんな感じの問題かなと思いますけれども、まあ、この辺の問題もね、非常に未成年に関する知識のまあ確認というね、そういうことでまあ、復習をしていただければいいかなと思います。はい、回答でですね、まあ、若干僕ね、この辺論述が長いのがね、結構気に入らないっちゅうね、ところがありまして、12ページですね、回答例書いてあります2番詐術取り消しに関して、まあおおよそ1ページ答案の全体の半分も使ってるんですよね。長いなってね、感じが非常にするんですよね。で、この詐術の制限は、まあ問題見て、要件頭に入ってる方からしたら、まあ認めないっていうね、そういう方向に行くと思うので、あんまり長々と書くのはこれ得策じゃないんじゃないかなというね、そういう気がします。まあ、書き方からして私はもう気に入らないっちゃ気に入らないですけどね、2の括弧ですね。最も本件ではね、詐術の指示のために取り消すことができないんじゃないかってね、5行もかけて問題提起書いてるけどね、まあ、A の反論としてですね、A の反論、あ、ごめんなさい、B の反論か。B の反論として、詐術による取消権制限の主張が考えられるが、以下の通り認められない。こういう結論の選考でどうでしょうかね。そういうふうにするともっとね、全体として短くできるだろうと思います。で、詐術とは、ね、一応、ね、予想とだけでは足りずですね、積極的に、ね、欺くことが必要だと。で、本件はそれはあるんだけれども、相手の誤信、これがなければならない。なぜなら相手の取引安全も図る必要があるからだ。で、それで相手の誤信がないので、ね、詐術による取消制限が認められない。多分これぐらいの論述だったら十数行で終わると思いますんでね、こんだけ1ページ弱も、わ、長っとね、感じがします。これはちょっと書きすぎかなっていうね、まあ旧司法試験以来の、ね、ちょっと論点主義的な匂いをねプンプンと感じるね、そういうまあ論述かなということで、ちょっとこれは長いなっていうね、そういう印象は持ちます。はい。で、その後、まあ、3番括弧1で不当利得の要件満たすっていうね、まあ、わざわざここで挙げなくて、請求原因のところで書いといてよって感じがするんですが、その後ね、126条ですね、これ挙げてます。まあ、これはこれぐらいの短さで大丈夫かなと思います。はい、これぐらいコンパクトだったらね、特にまあ、コメントも入れなくてもいいかなと思いますが、その後4番、バイクの使用不能のところですね、ここもうちょっと粘ってもいいかなっていうね、まず危険負担にするかどうかっていうところがまず1点、ね、枝分かれになるところで、で危険負担しないとして、じゃあ価格召喚するかどうか、現存利益に限るのかどうなのかというね、この問題が出てくるんで、4番はもう少し膨らましてもいいんじゃないかなというね、そういう気がせんでもないです。で、特に、まあ、その536条を類推するかどうかという問題ですよね、これはもう少し、論じていただくことはできるんじゃないかなと。で、それと同時に価格召喚現存利益の問題ですね、それをまあ書いていただくと、4番はもうあと5、6行はせめて書けるんちゃうのっていう感じがせんでもないかなと思います。はい。そうするとまあバランスよくね、2ページぐらいで収まった答案と、2、3ページですね、それで収まった答案になるのかなという感じがします。はい。まあ以上で3問目もおしまいにしときましょうか。はい。4問いきましょうか。第4問、ちょっと短い休止の問題です。はい。旧司法試験の問題で、一番最後、E は所有権取得できるか。まあ、こんな問いになってます。まあ、今ではあんまりこういうね、
関門系といいますかね、そういう問題というのはちょっと出にくいかなと、むしろ請求ですよね、所有権に基づく、あ、どんな請求できるかかな、E としてはどんな請求できるかとか、まあ、その請求型で聞くのが多いかなと思いますが、権利を取得できるかというね、まあ、あんまちょっと見ないね、こういう問題ではあります。はい、映像を作っていきましょうか。 A が代理人 C を通して B から土地を購入したということで、絵の描き方が結構困るんですよね。代理人 C、これを通じて B から絵を購入したということで、多分まあこういうことでしょうね。はい、A 代理人 C と B との間で売買契約があった。で、物は土地ということで並行支援形入れておきます。で、 A としては自己名義するのを嫌って C 名義に移転登記をし、でそのまま数年を経たと。で、その後 C は D から借金し、その土地に抵当権をつけたと。で、この借入金債務不履行のためにその土地は競売され、 E が取得したと、まあ経絡したと。で、この E が所有権を取得できるか、こういったお話になってますね。で、この場合、まあ E の所有権取得できるか、何がその要件としてかかってくるかなってね、なんかこういろいろとこう頭がぐるぐるそうなんですが、困った時には E の主張でまずはシンプルに考えてみてください。 E としてはどのようにして所有権取得したっていうかって言ったら、 C 所有の土地についた抵当権、それの実行によって取得したと、まずはこういうふうに言っていきたいはずですよね。C 所有の土地に設定の抵当権の実行、これにより承継取得したんだと、まあ、これがおそらくシンプルな E の主張になるはずです。なんかどういう要件やったらいいんかなとかね、ちょっとこう迷うとき、当事者の主張に置き換えてもらうと意外にスーッと出てきます。で、この主張の問題点、ここですよね。ノット C 所有ですので、まあ取得できないとも思えると。まあ原則であるという書き方したかったらして結構です。取得できないのが原則だ、ないしは取得できないとも思えると。まあここまではまず行くところですね。はい。まあ抵当権設定契約っていうのが物件契約ですのでね、処分権がないといけません。まあ物件契約だからというのはちょっと語弊がありますが、抵当権設定契約というのはね、交換価値を把握する処分権を相手に与えると、そういうふうな、まあ物件行為ですので、処分行為をする権限、処分権、これがないといけません。で、C には処分権なかったですよね。そういうことで、これはできないというのが一応原則になります。はい。はい、ところがまあこれで黙ってるのがいいかと、そういうわけじゃないですよね。まず E の主張として考えられるのは、ちょっと待ってと、登記は C だったよねと、D が有効に抵当権主張する理屈なんか言うんちゃうかなと。94条2項類推ですよね。これでD が抵当権を有効に主張すると。で、その競売によって有効に所有権を取得すると。こういう主張がまあ普通に考えると出てきます。ね。C のところあかんかもしれんけど、E からしてみたら、ちょっと待ってと。登記名義 C やったやないかと。で、D が抵当権を有効に取得したんであれば、それを承継取得するんだと。その理屈としては94条2項類推があると。こういうふうに言いたいと考えられると。はい。このような E の保護の法律構成が問題となる、じゃなくて、当事者の主張としてシンプルに考えていくと、 D が有効に抵当権を主張する方法として94条2項類推というふうな主張感考えられると。で、直接適用はできないけれども、
権利外観法理で3要件ということでね、94条2項ルールのおなじみのお話ですね、これを3つ並べていただいたらいいかなと思います。で、3要件の当てはめ、ちょっと注意点があります。虚偽の外観、何が虚偽でしょう。今回氏名義の登記が外観ではあるんですが、虚偽なのは何？C が所有じゃないことですね。実際には A 所有なのに、これが虚偽の外観です。何が言いたいかというと、虚偽のという要件に当てはめする際に反真実、真実に反する内容というのをちゃんと書いてください。本当は A 所有なのに C 名義の登記があるので虚偽の外観があると。これ詐欺罪の認定するときも一緒です。虚偽のふんちゃらとかね、そういう要件の認定するときには真実がなんでそれに反するこれこれが虚偽なんだと、こういうふうにね、ちゃんと反真実の内容をちゃんと示す、これを意識しておきましょう。はい。で、その上で、外観作出に対する既適性ですけれども、今回は C 名義の登記を A が自らの意思で直接的にやって、しかも数年放置中、そういうことですね、めちゃくちゃ強い既適性があると。まあ、今回特に問題なくね、既適性の要件は満たすかなというふうに思いますが、既適性もちょっとした注意点。はい、ぼんやりと不注意なところじゃなくてね、意思に基づく関与かどうかと。で、チェックポイントは第三者の信頼した外観と本人の意思に基づく外観、ここに一致があるかどうかです。で、94条2項類推だけで終わらせるやつはこれイコールじゃないといけません。第三者の信頼した外観イコール本人の意思に基づく外観であることが一致であれば94条2項類推のみで結構ですが、たまにこれがこういう関係になることがありますよね。本人の作出した外観ちっちゃい、それを超えた第三者の外観があると、こうなってくると110条も入れるんですよね、この本人の作出外観と第三者の、信頼した外観がどういう関係に立っているか、イコールか否かというね、これチェックポイントとして持っておいてください。既適性の判定ですよね、本人が作出した外観をそのもの第三者が信頼しているということで、本人の既適性は極めて大きいというね、この既適性の代償についてもですね、単になんかこう自ら放置したとかね、そういうようなところを挙げるよりも、第三者の信頼した外観との関係ってどうなのかというところをね、ちゃんと挙げることによって、まあ、その、なんていうかな、110条も使うか使わないかの、まあ、理論的なところですね、そこの、まあ、説明もできることになるのかなと思います。はい。ということで、まあ、今回は、D の信頼した外観ですね。D の信用した外観が A の作った外観そのまんまということになってくるので強い既適性あり。なので110条は使わなくて結構よと。で、あとは、まあ D 全員であれば OK と。まあこういう結論になってきますよね。はい、第三者の信頼要件はここは本件では明確に書いてませんのでね、こういうまあ問題の時には場合分けしとくといいですね。要件の充足性について書いてない時ね、それはもう場合分けしとくということで、まあ、今回は D が善意であればこの主張が認められるということになります。で、D が善意であれば一言添えるといいですね。いい悪意でも OK ですね。いわゆる絶対的公正というやつです。まあ、そこも言及しておくと加点順位としては狙えるかなと思います。で、善意であれば E の善悪意を問わず D の設定した抵当権に基づく競馬の実行による所有権取得は受けられると。まあ、絶対的公正とかいう言葉もね、使うなら使っていただいたらより、まあ、加点順位には狙えるかなと思います。はい。じゃあ D 悪意だったらどうする。
戻ります。で、悪意だったらどうするか。で、悪意だったら抵当権は無効だということになっちゃいます。いいですかね。抵当権の設定契約は無効だったということになります。しかしながら契約した E の立場で考えますと、 E の立場で考えると、ちょっと待って、抵当権あると思ったのにと、やっぱここにも94条2項類数の余地があるということになりますね。ここのところはちょっと見落としやすいところでありますけれども、 E としては外観上抵当権ありですよね。けども実際には抵当権なしということで、 E 自身について94条2項類推の主張が考えられると、こういうことになるのかなと思います。いいでしょうか。はい。でもここはまたね、同じ理屈ですよね。権利外観法令の趣旨を書いて、3要件書いて当てはめしてということで、でちょっとここは悩ましい問題が少しありますが、E、D 抵当権ですね、D による抵当権という外観です。これを本人が作出したかというと、本人が作出の前提部分でしかないんですよね。でここは若干ちょっと悩ましいところが出てきます。まあプラス110使ってもいいかなと思います。今回権利失うのは A です。A が作出した外観はあくまでも C 所有というところまで。で、D の抵当権のところは A さん知らないところですからね。なので、本人の作出した外観と、第三者の信頼した外観が一致してるかと、ちょっとそこは一致してないというところになります。そういう意味で、94条2項類推だけじゃなくて110条書くというのは全然 OK だろうという気がします。はい。本人の規則性ね、そこに引っ張られると、そんな本人が、ね、もう勝手に名義変更して数年減ってんじゃないかということでね、ここからすると110条類推とかね、出てこないと。まあ出てこなくても別にいいですけどもね、まあこの当時の昭和48年の時代であれば合格してます。今となっては多分合格しなくね、なる可能性がありますけれども、当時の48年の時代であればね、ここはまあ E の、ところで、まあ94条2項類推のみ、まあこれでも良かったかもしれませんが、今ちょっとね、プラス110も考えておいた方がいいかもしれんなというね、そんな気はせんでもないです。はい。そんなことで、110条まあ入れとく。多分安全としてはね、入れといた方がいいかなというね、そんな気もするところではあります。はい。ということで、まあ第4問、まあそんな感じで、検討としては終了ですね。E が所有権取得するかというと、まあ E 自身について94条2項プラス110、善意無過失ですね、そこまで要求するか、あるいは D が善意である場合ですね、そういった時に抹消できるかなと思います。はい。回答例、まあ問題的にがっつりやってますけどね、まあその辺は書き方、工夫できますよね。1番。第2段落、最も、D と A は当期が C 名義であったことから、信頼した取引者とも考えられ、で保護されるべきである。まあ、こう言ってるんですけどもね、これ、まあ、神様の目線で書くからこういう書き方になるんでね、E を当事者の立場で書いていったら、こんな書き方しなくても十分書けるんですよね。E としては、ね、仮に C が無権利だったとしても、C 名義の外観があるので、以下の通り、94条2項類推適用の主張をすることが考えられると。以下の通りという書き方はものすごく便利ですのでね、結論先行で書くときのまあ必須ワードですよね。以下の通りっていうね、そういう書き方でしていくと、問題提起なんかをがっつり省いたまあ内容の検討ができてくるかなと思います。はい。で、その後94条の類推適用を書くときのちょっとマナー、持っとってください。2番括弧1。これはまあマナーね、ちゃんとやってます。直的の否定、これちゃんと入れといてください。直接適用の否定ですね。これはまあ必ず類的の時には書くというふうにはしときましょう。はい。で、あと要件3つですけれども、カッコの2のところですね。実態の伴う C 名義のような外、登記が存在するため、C 所有か誰かのような虚偽の外観。まあ、ちょっと曖昧ではあるんですけどもね。C は所有者じゃないのに C 名義の登記があるという点で虚偽の外観。半真実もう少しクリアに書いておいてほしいなという感じはします。はい。ちょっとまあそこはより改善できるところになるかなという気がします。はい。で、その後3番のところですね。94条2項の仮括弧第三者に転当者含まれるかというね、これ既存の論点に持っていっちゃってるんですよね。94条2項の直的の論点としてはまああるんですけれども、今議論しているのは類推適用の場面ですからね。類推適用の場面で、
本来の直接適用の文言を変えた書き方っていうのはちょっと、なんていうかな、こう、ちぐはぐな印象を与えます。なので、どっちかとこれ94条2項の第三者の議論ではなくって、で、が悪意だったとしたら、じゃあ、E の主張として E 自身に94条2項類推の主張が考えられると、そう書いたらいいかなと思いますね。これ94条2項そのものの解釈じゃないのでね、その意味でこの転得者含むかっていう議論をしたところで、類的の議論とは全く関係がないね、そういう議論になります。ことでちょっとちぐはぐだなということで、これはちょっとやらん方がいいね。どっちかというと E 自身に94条2項類推の主張が考えられるで、以下の通り認められる、まあ、そういうふうに書いていただいたら結構です。はい。で、4番、これまあ絶対的公正のお話で、絶対的公正の話ね、相対的公正に立つ立場はもうほぼ今壊滅的な状態ですよね。相対的公正に立つまあ議論というのはまあほぼね、ないに等しいぐらいですので、まあここまで反対説上げて叩くもいらないですね。そんな時間的余裕あるんだったらもうちょっとね、主張をちゃんとする、当事者の主張をちゃんと書くとかですね、いろんなこう、人よりもね、上に行くアピールポイントは出てくると思いますんで、反対説いらんすね、反対説は置いといてください。かないね。で、ここはもう法律関係の早期安定ってね、もう一言で理由付けは終わりですからね。それで、ひとたび前者が現れれば以下のものは、全部保護されると。まあ、そう一言書いていただいたら十分ですからね。なんでこんな10行も書いたんだろうってね、書くこと他にもなかったんだろうなってね、感じがせんでもないですが、まあちょっと書きすぎです。はい。ということで、まあ、答案構成ね、回答例、まあそれ以外のところは、まあ、おおむね採用という感じになるかなと思います。はい。もう一問いけそうですね。5問目。はい、ここまでいっちゃいましょうか。第5問。はい、これも問いが長い。ね、問いが長いので上からいこうという感じの決断になるでしょうか。はい、第5問。上からいきますと、A は B 名義で登記されている建物を B から賃貸し引き渡しを受け。B 名義の登記ですね、これがあるという建物を B から賃貸して引き渡しを受け、店舗を営んでいると。で、賃借にあたっては敷金も払い、賃料も払ってきたということで、ちょっとか、字見にくいですが、敷金の敷書いてますね、敷金の敷、敷金の敷書いてます。で、ところが本件建物は真実は B の配偶者である C の所有でありと。配偶者、夫婦ですね、C の所有であり、 C が B に対し物情保証人として抵当権設定する代理権付与し、登記に必要な書類交付したところ B が無駄に移転登記して B に賃貸したものだったということが分かったということで、まあ、0と書くしかないですね。1と書いちゃったらね、1の前もう0ね、0の前なかったらどうするか、マイナス1でもするしかないかなと思いますが、これちょっとね、時系列で書こうとするときね、ああ書いちゃったってね、そういうときにはちょっといろいろと頭ね使って工夫をしてみましょう。はい、抵当権の代理人ね、これを与えただけです。で、これについて以下の問いに答えます。1番、A が本件建物を賃借してから1年後に C から明け渡しを請求された。A はどんな主張をすることが考えられるかということで、まあ、所有権に基づく明け渡し請求ですよね。C、自己の所有する建物に A が占有しているとして、所有権に基づく明け渡し請求することが考えられると。まあ、こんなことでいいでしょう。ね、請求原因、訴訟物の記載はもうあっさり終わらしておいてください。で、これに対する A の反論です。はい。物件的請求に対する反論でして、A としては、シンプルに占有権限の反論したいはずです。そらそうですね。占有権限の公弁、これを言いたいと。けれども、占有権限の公弁言うにも、今回は他人物ですので、原則不可、こうなっちゃいますね。他人物賃貸借ですので、真の所有者との関係ではこれは占有権限の反論としては無理だと、こうなります。まあ、それで納得いくわけないですよね。 A としては登記名義がうんぬんという議論があったわけですから、登記名義を信用してということで94条2項類推で賃借権を、まあ、原始取得的な感じで取得すると。はい、賃借権の取得ですよね、これを主張していくことが考えられます。
はい。で、ここで、まあ、94条2項ルース理論直的の否定をした上で、ルース適用の議論へ。で、今回、本人の作出した外観と、第三者の信用した外観、一致してませんのでね、これは、プラス110、あった方がいいかなという感じはしますね。なので、まあ、C は抵当権を設定するという代理権を与えてその登記をする意思、ね、これはあったんですけども、その本人の作出しようとした外観と第三者の信頼した外観が不一致ですので、これは権意思外形非対応型、まあ、そっちの、ね、言い方になりますが、110条の上をして第三者の要件全員無過失であることが要求されるということになります。はい。で、本件では A が全員無過失なら拒めると、まあ、結論としてはね、そういうことになるのかなと思われます。はい。特段これは難しくはなさそうな感じですけどね、占有権限の反論だよと。できたらこれ公弁名まで書いておくと的確ですね、占有権限の公弁、これを主張することが考えられるけれども、他人物売買など原則できない。で、94条2項ルース理論へと、こういうことで、書いておいてください。はい。その後2番入りましょうか。2番、 A は本件建物を B 所有でないことを知った後に C に対して賃貸借契約当初から有効であることを認めてほしいと申し入れたものの、 C はこれを拒絶したということで、はい、2番の事実関係に足していきます。2番じゃない、この図ですね。この図の中に丸に追認拒絶ですよね。追認を拒絶されましたと。で、その後死亡し、で、B が相続したと。で、1年後に B が明け渡し請求と。お前が言うかっていう感じがしますね、 A からするとね。B が明け渡し請求と、お前貸してくれたやつの何を明け渡しやねんという感じがします。はい。まあ、それを踏まえて B の A に対する請求ですね。括弧1、 A を B に対し B が C 単独相続したことを理由に明け渡し拒絶することができるかということで、単独相続で明け渡し、明け渡し拒絶、これができるかっていうね、こんなお話です。で、無権代理人と相続のお話で似たような議論してるんで、それの応用でいいのかなという感じがしますね。地位併存なので、本人の地位を相続、ということで、単独相続したことだけでは拒絶できんと。で、ここに対してお前が言うな、新規則違反だと、こういう主張もあり得るけれども、すでに C は拒絶した後死亡ですので、その本人の地位も相続するはずですわね。本人がもう一旦拒絶してるんだから、これは審議則に反せずと。ちょっと悩みは出ますけど、はい、追認拒絶することも審議則に反しない。これね、本人が追認拒絶の両方の意思をはっきりさせずに死んだ時は、無権代理人なり、ね、他人物売り主が勝手に、ね、追認拒絶するというのは、これは禁止されるというのが判例でしてね、ここはすでに拒絶した C が死亡しているというね、ここがちょっと
今までのその無権代理相続のね、典型事例とは若干違うところになります。拒絶意思を明確化した後ですからね。その意味でこれはその拒絶意思の明確化した本人の主張をしているだけということで、これはその地位を承継するんだから仕方がないということになるかなと思います。追認できる、拒絶できるとその状態を相続したのであれば話は別ですけれども、今回も拒絶した状態で相続したというね、こういうことになるので、じゃちょっと利益状況は違います。はい、ということで2の括弧1、これは拒絶できないですね。拒絶不可、明け渡し拒めないですね。明け渡し拒めません。じゃあ、ということで、括弧のですね、明け渡し拒絶できないとすれば、A は B に対してどんな主張できるか。特に敷金の返還を受けるまで明け渡し拒絶することができるか。なんとありがたいお話かって感じですね。特にふんちゃらかんちゃらで書いてますが、敷金との同時履行拒絶ですね。これは典型ドローン点として無理と言われる話ですね。敷金の発生時期、いつでしたと。いうふうに言うと、これは明け渡し時ですので、明け渡しが先履行でして、敷金との明け渡し請求は、ごめんなさい、敷金との533295、これは不可ですね。敷金返還請求権の発生時期、このお話でね、これは無理です。で、これだけ書いていいかっていうと、ちょっと括弧の2番の問題からすると気持ち悪さ残りますよね。できないとすれば A や B に対しどのような主張できるか、特にふんちゃらと書いてるので、A のなし得る主張の一つとして特にこれを書くというのはもちろんいいんですが、他にも何か A の主張ないかというのは読み取ってください。特にと書いてるので、まあ1の部全部として書いていただくのは結構だけれども、他にもあるんちゃうということで、さあ物件的請求に対する抗弁ですね。何があるかなということで、占有権限の抗弁ね、それから所有権喪失の抗弁、留置権の抗弁、まあいろいろあるんですけれども、占有権限、まあ今否定されたばっかりですからね。占有権限の抗弁否定されたばっかりで、で、それから所有権喪失も別にそういった話もないし、対抗要件抗弁言える義理でもないしね。そうなると他残ってるのは留置権ぐらいだなと、こう思ってくださいね。で、留置権、なんか他ないかと。非担保債権になりそうなものなんかないかということで考えれるとしたら、 AB に対する損害賠償請求権ですね。これはあるわけです。今回明け渡し請求が B から A に対する明け渡し請求です。で、これに対して A に対する債務不履行を基づく損害賠償とか、まあ、他人物売買の他人物賃貸ですね、すみません、これの損害賠償請求とか、これが発生するわけですよね。これを非担保債権としての留置権というのはあり得るかで、典型的な損害賠償とかを非担保債権とする場合の留置権は三角関係の留置権になる場合でしたよね。所有者、真の所有者からの返還請求に対して留置権、これはその債務者と返還請求者が一致してないからダメだと、こういうふうな立論が295条の典型論点としてありますけども、今回違うんですね。返還請求者と債務者が一致してるんです。ちょっと悩ましい問題ですね、これね。返せと言ってる人と、それから債務者になっている人が一致しておりまして、どうするか、これ悩ましい問題です。どっちでもいいかなと思いますが、ただ今回の、今回のじゃない415ですね、すいません、これで言えるかどうかですが、295の牽連性要件、正確に非担保債権成立時点で返還請求者イコール債務者、牽連性の要件についてちょっと正確性を欠いた表現をされる方が結構いるんですけれども、牽連性要件について、まあ入門講座でね、かなり強調して言った話ですが、非担保債権成立時点で返還請求権者と債務者が同一である、この時点のところを絶対落とすなっていうね、そういう話は入門でもしたかなと思います。で、415の
発生時点、今回いつでしょう。 C が拒絶した時点です。つまり生前なんですよね。生前の C が生きてた時点で損害賠償請求権発生した、その時点の債務者は B です。でその時点での返還請求者は C だったわけでね。なのでその時点では留置権の要件を満たしてなかったということになりますので、その債務がたまたま相続されただけ、そう債務じゃない、所有権ですね、所有権の方が相続されただけということで、偶然の事情で留置権言えるようになるっていうのはなんか変な感じもするね、ところがあります。なのでちょっと留置権はこれ認めないっていうのもありかなというふうに思います。逆にまあ一致してんだからいいじゃないかっていうね、例外的に本件では相続によって返還請求者と債務者が同一したんだからね、それによって留置権認めるのはまあ公平だと。特に今回 B はね、他人物賃貸人そのものなわけでね、そこのところを踏まえると、一方的に明け渡しだけ先に行させるのは公平に反するなんてなことも考えれなくはないです。ちょっとどっちもありかなと思いますが、一応典型論点の当てはめとして見るとちょっと否定の方がね、望ましいのかなという感じはします。はい、ちょっとだけ悩ましい問題はねありかなと思いますが、はい、ということで、まあ、こんなことがあり得るかと思います。はい、A は B に対して他にも主張として、ね、留置権は無理にしても、まあ、債権単独で415561ですね、これ債権単独で主張することはもちろんできます。はい、留置権はちょっときついかなというね、そういうことにしておきましょう。はい、ということで、まあ、その問いの5ですね、まあ、早速出ました留置権というね、そんな感じですけども、留置権のところねちょっと落とさないようにという感じにしておきましょう。はい、参考とはまあこのまま使える感じかなというね、もので、扱っていただいたらいいかと思います。はい、ちょっと切りもいいとこですので一旦休憩入れましょうかね、10分ほど休憩取ってください。はい、そしたらじゃあ後半の方に入っていきたいと思います。後半第6問からですね、いけるところまでいきたいなと思います。第6問9種の問題ではありますが、まあ、比較的ね、優しめの問題なのかなという感じがします。とりあえずまあ上からで、どこに問いがあるかわからないというね、そういう問題ですので、まあ、途中からで、上から読んでいく方がいいかなと思います。はい、権利能力なき遮断、これが出ました。ちょっと最初ね、ビビる感じはするかと思いますが、権能なき遮断ですね。まあ、あんまり出てほしくないですよね。僕、手控え書くときにどうやって略そうとね、結構困るね。そういう、まあ一応団体名ですね。権利能力なき遮断と、まあどう書くかなってね、悩ましい問題ですが、まあ権能なき遮断 A。これがその財産である A を代表者の一人である B の名義で、登記していたところ、B は私利を図る目的、意図のもとに、その不動産第三者 C に、渡してしまった。S ですね。引き渡したと。移転登記をしたと。で、この場合の AC 間の法律関係について、B が代表者として渡した場合と、事故の名で売り渡した場合とに分けて論ずよと。で、なお、共同代表の務めはないものとするというね。これ、旧司法試験の時代で、かつ、まあ、旧商法を知ってる方だったらね、ああ、この意味は なんとなくわかるって感じになるんですけどね。この名書きは、あまり皆さん、今はもう気にしないでください。昔ですね、共同代表で、共同でなければ、なんか売れないみたいなね。そういうふうな、まあ、条文があった時代があるんですけれども、そういうのはもう、今はすでにないのでね、この名書きについて気にしないで、解いていただいて結構です。まあ、要は単独でも売れるっていうね、そういう話です。単独でも代表行為できるっていうね、そういうことだと思っていただければ結構です。はい、で一応場合分けしてということで、A 代 B でした場合と、それから B 名義でした場合に分けて論じなさいと、こうなってます。で AC 間の法律関係と書いてますね。法律関係というまあ問いになっているときには、まあ基本的には請求に分けていただいたら結構です。主張反論に分けておいてください。から A からの主張、C からの主張、どっちからでも結構です。まあ、今回普通は A からの主張になるだろうと思います。で、A の主張として、所有権に基づくと書いたらペケですね、これね。権利能力なき遮断の財産は、総行正義に総有的に帰属する。それはちょっとまずは入れといた方がいいですね。所有権に基づく抹消登記って書いた時点で、これは権利能力なき遮断分かってないってね、そういうことをこう示してしまいますので、所有権に基づく抹消登記請求というのがおそらく正しい
訴訟物になってくるだろうと思います。で、ここでまあその権利能力なき遮断のね、実態といいますか、その権利能力なき遮断の法律構成ですよね。これをちょっとまあ一言触れとくことが必要だろうと思いますね。その権利能力なき遮断については実態上は遮断には、ね、帰属、形式上は帰属できないけれども、実質は遮断帰属にするべく走行繊維に相有的に帰属しているんだと。なので、まあ、走行繊維ですね、それが相有権に基づく、まあ、衝突軌跡をしていくというふうになるだろうと思います。はい、それに対してですね、まあ、一応これ請求原因認めますからね、A の相有権で、C 名義の登記ありということで、ここ請求原因はおそらく問題なくいけそうで、問題は C からの反論ですね。C からの反論として、まあ、考えられるのは、公弁名でいくと所有権喪失にした方がいいですよね。所有権喪失もちょっとこれはいかんなというね、感じがせんでもないですが、まあ、権利喪失の公弁ですね。権利喪失の公弁。で、なぜかっていうと、まず C の側からすると、有権代表だと。こういう反論があり得るだろうと思います。で、法人の代表については基本包括的代理権があるというのが原則ではあります。で、現状ちょっとどの条文を引用するかというのは悩ましい問題がありますけれども、一般社団法人、一般財団法人に関する法律、これを、まあ、権利能力なき社団についてはできる限り流水適用するべきと。まあ一応実質は遮断なのでね、国の能力なき遮断も実質遮断ですので、一般法人法ですね、これを流水適用するというのがまあいいのかなと思います。そうするとまあ一応77かな、一般法人法の、これをまあ使っていったらいいかなという感じはします。で、ちょっとここでね、1年目ではかなりあっさりした、インプットで終わらしたものではありますので、若干ちょっとね、コメントを入れておくことにしたいと思いますが、ちょっと一般法人法ね、引いていただけるとありがたいです。一般法人法の77、まあ、会社法を学習した方にとってみたらなんてことはない条文です。で、一般法人法77、これによると理事、一般社団法人代表するということで包括的代表権を謳ってます。で、2項で、全項本部の理事が2人以上ある場合、理事は各自一般社団法人を代表するということで、それぞれに包括的代理権があるというようなことを言ってるわけですね。いいですかね。で、さらに4項で、代表理事、一般社団法人の業務に関する一切の裁判上裁判官の行使する権限ということで、包括的代表権を謳ってますので、原則有権代理になると思っておいてください。いいでしょうか。一般社団法人法の77条4項で、まあ、会社の代取と一緒です。会社法における代表取締役と一緒で、包括的代表権があるということで、有権代表になるのが原則です。いいですかね。今回の場合ね、周囲を図る目的云々とね書いてありますけれども、そこは除いてまずは有権代理なのが原則だというふうに思っておきましょう。はい、一般法人法77条の4項ですね、これがありますので有権代表になる、まあ、これ類推ですね、類推適用ではありますけれども、77条4項から類推適用になるとけれども、私利を図る目的ということで、93条とたし書き類推ですな、いわゆる代表権乱用論を A の側から反論すると、私利を図る目的ですので、はい、代表権乱用として無効だというね、こういう反論になるだろうと思います。で、この代表権乱用、代理権乱用もなかなか書きにくいね、そういう論点の一つだろうと思います。類推適用論全般に言えますが、僕は基本結論先行で書いていただいたらいいと思います。これに対して A としては、93条正し書き類推適用によって、代表権内容として、売買契約が無効であるという主張をすることが考えられると、まあ、以下の通りと書いておいたらね、結論先行で書けるだろうと思います。で、心理留保類似だと、乱用意図について悪意有価数の時には無効にすると、まあ、そういうふうに書いていただければ短くね、答案終わっていくということになるだろうと思います。ですので、この場合C が B の意図、これにつき悪意有価質ならか、こういう結論になるだろうと思います。
できたらこの悪意誘発数、対象を正確に書くようにしてくださいね。悪意誘発数の対象、これで書き間違えたらもったいないです。悪意誘発数の対象、今回代理権乱用の意図ですね、乱用の事実、乱用の意図、これについて悪意誘発数だったかと。でさらにもっといいのはね、いつってのも書けるともっといいですけどね、まあ、無理しなくていいです、いつ書かなきゃいけないのは即時取得の時ぐらいかな、いつの時点での税務課すか、ね、普通は取引時点になるんですが、それがずれる場合ですね、ずれる場合については、まあ、いつというのもね書けるとなおいいのかなという感じはします。はい、ということで、まあ、B の意図につき悪意誘発数ならば、まあ、主張できると、まあ、いうことで、A としては所有権に基づく、じゃない、総有権に基づくですね、すみません、総有権に基づく、まあ、商登記請求というのがまあ考えられるということになります。はい、これが代表権の場合ですね、代表の場合です。いいでしょうか。はい、でちょっと一般法人法の知識になりますけども、これ仮にですよ、仮に法人でありますので代表者が勝手に売れないと、総会の決議でもってその不動産は売るとかね、そういう内部のルールの制限があるとき、それどうするかというと、一般社団の77条5項これを使います。内部の制限については77条5項。全項の権限に加えた制限、税の第三者に対抗することはできないということで、一応法人の方からは無権代表だという主張をしたいけれども、相手が善意の第三者になってくると主張できなくなると。こういうことですね。まあ、別の言い方すると、第三者の側からすると、簡単な表権代表の主張が77条5項です。110条とか、そういった議論するまでもなく、77条5項で簡易の表権代理、表権代表の主張ができる。これがまあ77条5項の位置づけになるかなと、こう思いますね。はい。入門の時にはね、法人の代表関係のお話はもうね、2年目以降2週目とかね、そんな感じで言ったような記憶がかなりあるんですけれども、そこをついでにね、ちょっと見といていただいたらいいかなと。とりあえずまあ77条4項で包括的代表権。まあ会社の代表、ね、それと一緒です。会社法の代取りと一緒と、こう思っていただいたらね、そんなに難しくないかなと思います。はい。なことで、ちょっと余談になりましたけれども、とりあえず、まあ、会社の法人の代表関係ですね。法人の代表関係になると、一般法人の77とかね、この辺ちょっと使う場合があるということをしとくといいかと思います。で、ついでに条文並んでるんで見といてください。78。代表者行為についての損害賠償。まあ、これは言わずもがな、ね、使用者責任の法人版と、こう思ってくださいね。使用者責任の法人版で、理事の不法行為、法人が使用者責任的なものを負うというね、これが一般法人78ということになりますね。一般法人78はまあ特段見たら、というね、感じでわかるかなと思うので、特にコメントは入れませんが、中身ね、なんとなく想像つくだろうと思います。はい、続けていきましょうか。今度は B が自己名義で売ったときです。これについても、請求原因一緒ですね。訴訟物一緒です。所有権に基づく、まあ、商登記請求、これは一緒。で、反論としても、所有権喪失の公弁を言っていくという構造は変わらないと思いますが、有権代表ではなくてね、通常の売買でいくというのが普通だろうと思います。ただ、他人物売買になりますので、原則不可ですね。一応所有権喪失の公弁としては原則として不可だと。でも C としたら諦めつきません。法人名義じゃなくってこれ B の名義になってたじゃんということで、登記を信用したもんということで、また出てきた感じですね。はい、94条2項類推、これを使っていただくことになるでしょう。で、94条2項類推の要件で虚偽の外観、実質的には社団の所有なのに B 名義の登記があるということで虚偽の外観があり、問題は奇跡性です。権利能力なき社団として見たら B 名義の登記をしたことについて何か奇跡性があるかっていう感じなんですな。でこれ権利能力なき社団として見たら社団名義の登記ができなかったんでね、代表者名義でするしかなかったんです。他に手段がないんですよね、これね。これ奇跡性と言っていいかどうかです。
これで奇跡性あり？まあ確かにその意思に基づく外観の作出であるんですけれども、あえて虚偽の外観作ろうとしたそういう意思的関与ではないんですよね。やむを得ずそうした中、そういうもので、これでもって権利を失わせるだけの奇跡性と言っていいかどうかというと、ちょっとこれはクエスチョンマークつくかなという気がします。ノーでも OK かなと。奇跡性要件として不十分だと。法人が他に手段にあるにもかかわらずあえてということであれば、これは奇跡性ありというふうに言ってもいいかもしれませんが、そうせざるを得ない法人からしてみたら、法人じゃない、権利力なき遮断からしてみたら、それで奇跡性言うたら、じゃあ何し、どないしたらええねんという話になるんでね、どないしたらええねんと、他に方法ないんで、これはもうちょっと奇跡性として言うのは、酷だなという感じがします。はい、私的にはこれはまあ94条2項類推の否定でいいんじゃないかなという感じはしています。はい、そういうことで、まあ、一応問いですね、検討としては終わりかなと思います。回答例、まあ、かなり充実して厚く書いてますけども、まあ、問題提起等してるので4ページね、ギリギリいってますが、先ほども言いましたが、類推適用論ですね、結論先行で言ったら、まあ、かなり簡単にいけます。で、これらもですね、書き方の工夫の問題でね、当事者の主張として書いたら、問題提起はほぼ削除できると思います。 C としてはこういう主張すると考えられるとかね、 C としては以下の通りこういう主張が認められると考えると、こんな感じでですね、当事者の主張と以下の通りを組み合わせると、まあ問題提起せんでも結論先行でバシバシとね、かけていけるかなと思いますので、この辺文章の作成工夫の一つということでね、使っていただければいいかなと思います。はい、第2のところ、ちょっと長いなという気もしますけどね、まあこれは圧縮ね、問題提起とかね、その辺か、外せばいくらでもできるかなと思います。第3のところ、これちょっと僕結論反対。25ページの第3、2、括弧3。奇跡性のところですかね。丸の1のところでね、独自の判断で不動産を売り渡してしまうような B を代表者に選任している点で奇跡性ってね、ちょっと待ってっていう感じがするんですけどね、代表者を誰か選ばないかのいかんしね、その人の名義にしなきゃいけないのいけないので、これちょっと言ってええんかなっていうね、まあ、選任監督上の過失みたいな、そんな感じのことを言いたいのかなって感じがするんですが、ちょっと大げさな感じがします。まあ、こう書いてペケかって言われると、ちょっと僕が債権者やったら、ちょっと待ってと保留したくなるね。そんな感じのこう書き方ですね。バランス感覚として、法人なので、法人から権力なき社団なので、誰か代表にしなきゃいけないわけでね。なんか、その結果的にそういう悪いことしたからそれがダメなんだってね。そういうふうに言ってしまうのはちょっと違う。結果責任を言うような感じがしてね。そのおかしいことをするかもしれない。これが分かってて選任だったら、まあこれは奇跡性としてね、分からんじゃないですけども、ちょっとこの書き方ってなんか結果責任ね、こういう悪い結果になったから奇跡性あるんだみたいなね、そういうふうなことをちょっと言ってるような気持ち悪いね、表現です。この辺バランス感覚若干問われるね、恐れがあるよというのもちょっと耳に、片耳に入れといてください。はい、以上で第6問おしまいにしておきます。はい、7問目いきましょうか。第7問、一橋の問題で、これは比較的問いから読んでいいなっていうね、そんな感じであります。括弧の1、 A は G に対していかなる請求、括弧の2、A を B に対していかなる請求。いかなる請求ときたら、これは訴訟物の特定、慎重にしてくださいね。物件、債権両方あり得るし、から債権だったとしたら、約定法定代位取り消しといろいろとある中で、ちゃんと特定しなきゃいかんと。そういう意味でね、こういういかなる請求とか来たときには、ちょっと慎重になっておくようにしましょう。はい、とりあえず、両方とも A の立場で考えることになります。はい、事例、見ていきますと、S 社が G 銀行から10億。これを貸し付ける、融資を受けるにあたり、 S は A 信用保証協会、これに連帯保証を委託したと。こうなってます。まあ、S 社、G 銀行って、僕このあたりの S とか G とかドイツ語風のね、こう気取った書き方あんま好きじゃないですけどね。まあ、この辺ね、大学の教授なんかが作るときによくありますよね。債権者をなんか、債務者は S かな。で、G を債権者にしてとかね。そういうのまあ、時々ありますけれども、別に A、B、C でいいじゃないかってね。そんな気もせんでもないところはありますが、まあ、その辺のクレームはいいでしょう。はい、同時に A の S に対する求償債権についてということで、
これ連帯保証の場合ですね、保証協会が、まあ、保証する際よくありますが、潜在的には求償権があります。でその求償権を S 社の代取り B、 これが連帯保証ということで、まあちょっとこう図が見にくくはなっちゃうんですけども、これも仕方がないですね。でその後 S の経営が悪化しまして、債務弁済できなかったことから A が代位弁済した、ね、全額弁済したと、1ですけれども、2全額弁済と、はい。で S の経営が悪化しということで、まあやばいなという感じがしますね。S の経営が悪化した後 A 社として狙い撃ちするのは B、G、ね、B になるかなというね、感じがするんですが、その後、その後、S の元会長 C が背任容疑で逮捕され、で本件資金は C の賭博に秘書されていたことが判明したというふうなことで、なんか有名な政治会社でありましたね。代表が海外のね、いてなんかこう、対外、何億とかね、一応賭博で使い込んだとかね、そんな話がなんか数年前にあったような気がしますが、多分それをね、意識して作った問題じゃないかなという、ね、気がします。はい、それが、C の賭博で秘書されていたと、バカラ賭博かなんかかな、わかりませんけれども、やったと。で、本件資金の融資、総融資属 C の意向に逆らない雰囲気が S 社内であったため、B も C に言われるままに手続きしていたと。はい、C の言いなりで行われていたと。で A はこれらの事情を新聞で知ったということなので、取引時には知らなかったということですね。新聞で初めて知ったということですから、取引時には知らなかったというね、こういうお話です。でなお B は10億の個人資産を有していない。問題文の中にこういう資産を有していないっていうね、こういう表現出てきたら、まあ無視力系の表現ですね。423、424疑っといてください。で、視力なしということで、423、424の疑いですよね。これが出てきます。ということで、さあ困ったな。括弧1、A は G に対していかなる請求をということで、と感じがしますね。あれ、弁済したものを返せっちゅうのかということでね、これ一番、訴訟物の、まあ、訴訟物はいいとしてもね、法律構成に悩むところは出てくるかなという気がします。弁済したものを返せ、いうのが括弧1です。弁済したものを返せというふうになってくると、基本的にはこれは、契約したものを失わせないと、不当利得とかで返せとは言えないということで、これ契約の効力の否定というのが不可欠の要素になってきます。訴訟部としてはもうこれしかないかなという感じがしますね。契約上の請求でそんなのね、言えるわけがないしね、弁済したものを返せやったらこれはもう不当利得、これが素直にまあ出てくる訴訟部の一つかなという感じがします。そうすると不当利得、まあ、10億ですね。弁済受けたのが、これが利得であり、損失でありというのはいいんですけれども、法律上の原因なく、今回連帯保証契約基づいて弁済したんでね、連帯保証契約の効力を失わせないといかんということになってきます。連帯保証契約してて弁済したんだったら、これ弁済は有効ですからね、本来ね。だからそれ返せいるのは保証契約を失わせる、保証契約の無効、これを言っていかなきゃいかんことになります。でちょっとだけ余白に板書します。契約の効力否定は取り消し、無効、解除の3つしかないです。契約の効力否定はこの3つしかないです。で今回取り消し、詐欺か錯誤、錯誤は今取り消しじゃない、すいません、詐欺か脅迫かですね、詐欺か脅迫か、こんなも別にないぞと、G が A に騙したとかね、A が G に騙したとかですね、そういうのではないし、
ちょっと難しいかな。で、解除も債務不履行とかで、担保責任とか、その辺もちょっとこう思い当たらないしなということになると、基本これ無効ぐらいしか出てこないんですね。ただ、保証債務が無効になるという方向でいくと、実は主債務の問題がある場合の不従性で無効になるという可能性と、保証債務自体に何かが問題があるという可能性の2つ、これが出てきます。で、ちょっとこれは保証人のところのね、復習するときに将来役立てていただけたらいいと思うんですが、保証人の反論として考えたときに、主債務そのものに備わった問題と保証契約そのものに問題がある場合、この2つが保証人の反論として出てきうるというところをね、ちょっとどっかに入れといてもいいかなという感じがしますね。保証人自身の主張としては、保証契約の問題と主債務の問題と2通り反論で言えるんだというのを保証人のね、ところにちょっとこう知識の一つとして入れといてもいいだろうと思います。で、今回主債務に何か問題あるか、貸付契約 C の言いなり、ここの賭博に使ったっちゅうわけでね、賭博目的の貸付だと動機の不法という構成がまああり得るかなと。公序良俗違反の動機による契約ということで、公序良俗違反90条の話ですな。これが1個あり得るかなというのが法律構成の一つとして思い浮かぶかと思います。あるいは B としては、会長 C にこの借りたお金をあげるつもりで借りたと、会社のために借りたんじゃなくて第三者 C のために借りたということで、代表権乱用の応用というふうな構成もあり得ると思います。どっちかで言及ができたら OK かなという気はしますね。主債務の無効、これをもたらすものとして90条的な感じ、動機の不法ですね。それと代表権乱用、この2つがまああり得る程度かなという感じがします。で、ちょっと思いつかないときどうするかと、まあ基本的にはこの問題文の事実から素直に構成するしかないです。まあ賭博に飛翔した、そこからアプローチしていくと、賭博で何とか無効にしようと思うと動機の不法というのが思い浮かぶだろうし、あるいは賭博に流用するために借りたとすると、あ、乱用目的で借りたというふうな構成もまああり得るところですね。どっちかが思い浮かべば OK だろうというね気がします。はい、どっちみち、無効にするためには相手方の悪意有価質がまあ必要になってくるんだろうなという感じでありまして、はい、私はまあこっちで行きましたけどね、90条使いたくないです、あんまりね。90条ってね、最後の最後の手段というところもあり、まあ代表権乱用ですね。今回まさに自己取り目的じゃないな、第三者取り目的ですかね。第三者取り目的の契約ということは、まあ背任的ですよね。第三者取り目的の契約ということで、これね、代表権乱用と背任は実は被りますんでね、背任のそのね、刑法の背任の要件でね、目的要件ありますけどね、自己取り目的、第三者取り目的とあったと思うんですが、それそのまま代理権乱用で応用できますんでね、自分の利益を図るための行為、第三者の利益を図るための行為ですね。これは代表権乱用の典型例という感じで押さえておいてもいいかもしれません。はい、ということで、これするためには、代表者 B の意図を G が知ってないといけないわけですな。銀行が代表者の意図を知ってたか知り得たか、まあ、ちょっと普通はないかなという気がします。代表権乱用の、ね、意図を相手方 G が知っていた、もしくは知り得た、まあ何らかの事情で知り得たんだったら無効でいいでしょうけどもね、ちょっと知らなかったっていうのが普通かなと思います。はい、今回まあ事業資金なんでね、普通はまあ事業資金として借りるだろうというふうに思って貸すね、賭博だと分かってたら普通銀行貸さないですよね。賭博に使われたら回収できないの見え見えですからね。その意味でもまあ知ってた知り得たら絶対貸してないはずですので、その意味でもね、今回のお話はちょっと善意無価値、G としてね、悪意有価値と認定するのは無理だろうという気がします。はい、なのでまあちょっとこの主債務無効の主張はちょっときついかなという感じがしますね。
主債務無効。90条で言っても一緒だと思います。動機が明示目次に表示されとかそんなんあったっけっていうのはないしね。G の側、S 社の側、両者を含めてね、全体的に見て公序良俗と考えても、S じゃない、G。銀行側に何らの落ち度もね、今回は見当たらない。ということになると、ちょっと今回無効にする理由がないかなという気がしますね。はい。だとすると、保証債務自体ですね。ここに行かざるを得ないです。保証債務自体の無効。何があるか。A の立場で考えます。A の立場ですると、実際には賭博に流用されるお金だったのに、名目上、事業資金として貸し付けされ、それが保証になったと。動機の錯誤の主張の可能性が出てきますね。本当は賭博に流用されるお金だったけれども、そのことを知らなかった。動機の錯誤構成どうだろうと。動機、事業資金、これの保証だと、こう思ったけれども実質は賭博資金の保証になってたわけですよね。これ動機の錯誤がありそうな感じがしますね。錯誤というときに内心と事実のズレ、これを示していただくといいと思います。内心は事業資金の保証のつもりだったと、実質はというと賭博用の保証になってたと。ここに事実と内心のズレがありますので、ね、ズレがありますので動機の錯誤の主張が考えられます。じゃああとは動機の錯誤の無効主張の要件なんだったというと、これは明示目次に表示されて契約内容になっていたこと、事業資金の保証であることは今回は明確です。1行目から2行目、事業資金の融資受けにあたって保証委託しと書いてますんでね、今回は動機がもろ明示されて契約内容になっておりますのでね、これは珍しいケースではありますけれども、明示目次の表示、契約内容化というところは問題なくね、肯定ができるところかなと思います。あとは要素性、要素の錯誤かどうか。中東一般人も賭博目的だとしてたら絶対保証してないですよね。一般人の観点からしても要素性は肯定できる。ということで、まあこの二つからまず錯誤に当たるですよね。で、要素性。一般人も保証しないはず。ということで問題なく肯定できるでしょうか。はい。ということで、まあ錯誤構成で返せ。ですかね。これがまあギリギリあり得るかなというところではあるかと思います。はい。もちろんその錯誤がないかね、錯誤が表示されてないというね、そういうふうにまあ捉えてしまった、で、こう書いてしまったとしても、まあ今回若干難しいね、問題ではあります。まあ実務とかやってると、事業資金の保証でしょうと、実際事業資金じゃなかったと、ちょっと待ってと、動機錯誤、しかも動機表示されてるっち、ね、それちょっと言いやすくなるんかなと思うんですけれども、まあそこは、ね、受験生の立場で、まあ明示目次の表示、契約内容か当てはめでちょっとね、逆に言っちゃった、これはもう仕方ないかなと思いますんで、まあそこはね、今回の問題、契機にね、ちょっとこう当てはめの、参考をね、していただければいいかなと思います。はい。ということで、A から G に対しての主張。まあ、ちょっとこれは、まあ、B にはしたんですけども、思いつくまでが結構大変な問題です。で、思いつき方、ちょっともう一度戻っていきますけれども、まあ、不当利得のとこですので、法律上の原因なく、ここの要件どうするか。で、これするためには、契約に基づいて支払ったものを返せですから、基本的には執行させなきゃいけないと。で、無効の事由として、まあ、無効ってしましたが、これ要は効力していたのは取り消し無効解除しかない。で、取り消し自由、解除自由が本件ないので消去法で無効に絞ったと。で、無効で行った時に主債務、保証債務、保証の無効なので主債務、保証債務両方あるよと。で、主債務どうか、保証債務どうかというのをまあ逐一考えていったと。まあ、ちょっと時間かかるね、問題ではあるかと思います。で、もう一点だけごめんなさい。無効自由。どんなものがあったっけと。
言い換えたら民法の総則で有効要件で学習する話ですよね。民法総則で有効要件で学習するものって何だったっていうと、客観的有効要件といえば確定性とか特定性であるとか実現可能性であるとか適法性であるという客観的有効要件と主観的有効要件で意思と能力に分かれて議論できるところでね。で、能力が意思無能力ですね。で、意思のところが93から95ですね。意思表示に瑕疵がある。で、無効10としたら93から95です。なので、93、95、今回使ったのはここですよね。で、客観的有効要件として使ったとしたら90。まあ、わからないときの頼るべきところっていうのがね、ちょっと民法では多いんですが、思考起点を持つというのは非常に重要です。無効事由というのが何があるか、思考起点にたどると、無効事由としては民法総則で客観的有効要件と主観的有効要件があった、ここを思考起点として重要な起点です。で、さらに有効要件として主観的なものも意思と能力があったと。そこの中から無効事由を探していくというね、これも持ってていいね、スキルの一つかなと思います。まあ使う頻度としてはそこまで大きくはないですけれども、持ってほしい思考起点というね、思考の起点、出発点、これとしてね、押さえていただいたらいいかなと思います。で、まあ忘れやすいのは多分これですわ。93って心理情報だろと思わないでください。93条の類推適用って実は2箇所あってね、代表権乱用と会社の場合の決議を書いた場合ということでね、会社法でもよく93条系を使うんですよね。だから93条の類推適用という問題については、心理留保もそうで、心理留保単体でね、使うことがまあほとんどない。むしろ、そこの代表権乱用であったりとか、あるいは法人の決議献決の場合ですね、そこの2点でよく使うよというふうにね、一応ここの民法総則の知識に入れ込んでおいてください。ですかね、民法総則の知識の中にね、法人の無効の主張の一つとして、ね、93条も使う。代表権内容ももちろんここの93条の主張だというふうにね、ちょっと整理をしておくといいでしょう。はい、問いの1以上でおしまいにしておきますが、なかなか難解な、ね、思考起点を持ってないと大変だというね、そういう問題なのかなという気がします。はい、括弧の2いきます。 A が B に対して何主張するということで、これは契約ありますからね、信用保証協会から代表者 B に対する連帯保証契約がありますので、連帯保証契約も基づく履行請求ですよね。これがまあシンプルな構成になるだろうと思います。もうすでに払っちゃってますので求償権459、これでいいだろうと思います。あと保証だ、すみません、446ですね、求償権の連帯保証ですので、459446、まあこれが約定債権の根拠、これになってくるだろうと思います。これは否定する理屈がないですね。反論何かある？ B の方で。ちょっと、連帯保証契約に何か無効事由があるか、という感じでね。これは逃げられません。まあ、連帯保証したらそういうもんだという感じですね。連帯保証した時にはね、なかなか逃げられない感じですが、まあ、B としては今回逃げる事由はないかなと思います。で、あともう一点、無視力ってのがあるので、できたらまあね、B が C に対して709条の請求をできるので、これの債権謝罪ですかね。これをまあ考えていただくのがありかなと思います。今回 B として見たら C、会長、元会長にね、損害賠償請求権というのが発生するはずですので、それをまあ代行使するということで、まあ、A の B に対する、まあ、請求としたらちょっと変かなと思うんですけどもね、A の C に対する請求になりそうな感じがするんですけども、まあ、これは一つ考えられる、まあ、法律構成だろうと思います。はい。まあ多分これぐらいですね。B に対する請求もこれも、あれ他ないのってね、こうなってしまいそうなね、そういう問題なんですけれども、まあ、なかなか一橋の問題、いい問題だなというね、感じがします。はい。まあ、この問題、B ランクにはしましたけれども、ね、で、思いつきさえすれば、なんてことはないね、そういう問題なんですけど、思いつくまでの、そのプロセスですね、そこをもう一度復習しておくといいと思います。ね、思いつくまでに必要になってくるのが思考起点。ですね。思考起点をちゃんと作っとくというところがね、非常に大事になる問題だなという感じがします。はい。回答例、いろいろと文句言いたいところだらけでね、申し訳ないんですけども、第1、2番。
まあ、保証の錯誤無効の主張が書いてますが、当てはめ僕逆だろうと思います。2番括弧3、動機を表示していると認めるに足りる事情はないって書いてますけどもね。いやいやいや、事業資金目的だというのは、これもう契約上謳ってあるだけでね、賭博目的だというふうな、その事実が、それが、ね、内心とずれてるね、動機が事業資金目的で保証しているという動機は明記されてるわけでね、それが事実とずれてる時点でも動機の明示表示はあるんちゃうかなという気がします。ちょっと逆なような気がしますね。はい。3番、公序良俗、これで言ってますが、これまあ、乱用の理屈で言っても結構ですね。公序良俗だけでしか書いてませんが、ここは乱用論で書いていただいても大丈夫だろうと思います。主債務そのものですね。それを消して、不従性で保証債務を消す。こういうまあ主張ですね。3番、これはまあ、公序良俗としてはあり得るとは思います。が、G が認識していることは通常考えがたいんでね。そういうのちょっと当てはめとしても、まあ、どっちかというともう否定方向でね、書いてもいいんかなって気がしてます。はい。第2。なんか知らんけど、急所が先に書いた方がいいんじゃないかって気がしますね。いきなり709で言ってるんですけどね。B に709。行く前に薬状債権行けよって感じがしますね。薬状債権の急所権先に行った方がいいかなという気がします。急所債権を先に書いて、まあ、法定債権、まあ、不法行為 A が B に不法行為請求かというね、感じがするんですが、まあ、わからんじゃないかなという気がしますが、まあ、それもありですし、まあ、423条ですね。括弧の2だけ。書いておくというのでもいいと思います。まあ一番カッコ1はちょっと無理な気がせんでもないところもね、あります。まあ一番カッコ2についてはもうこれは思いついたら書いてくださいという程度でしょうね。思いついたら書いていただいたら結構よというぐらいで、まあそんなにね、書けない人が多かったんで、ないかなという気がします。はい。まあなかなか保証系の問題難しいなというね、感じがしますが、この第7問なんですけれどもね、実はこれ司法試験でも似たような問題がカッコ1で、カッコ1ではないか、カッコ1に近い問題でね、出てます。で、司法試験の問題でいくと平成20年だったかな、20年の商法の問題です。平成20年の商法の問題で、保証債務の履行を拒むための法律構成というね、そういうまあ問題がちょっと出てるんですけども、そこでまあちょっとね、まあ類題ということで考えていただいてもいいかなというね、そういう気がします。はい。ということで7番のカッコ1にね、似た問題として、平成20年の商法ですね、これがまあ一つ挙げられるかなと思いますが、商法特有の議論も入ってきますんでね、なかなか難しい問題であるかなという気がします。はい。次行きましょうか。8問目。飛ばして結構です。錯誤論オンリーの楽勝問題と思っていただいて、8番 C ランクです。なので、これはもうね、入門の復習が足りてないなと思っている方は、8番、まあやっていただいたらいいですけどね。錯誤のあたりは結構ね、復習としてはまあそれなりにできてるよという人が多いかなと思いますし、まあ論点としては多分すぐ出てくると思いますんでね、もう8番はいいだろうと思います。はい。9番もこれ基本的に C に近いかなと思ってたんですけども、ちょっとだけ、難しめの思考をね、ちょっと難しくなるところがありますんで、ここはちょっとやっときます。はい。もうこれも上から見た方が早いね、問題ですね。上から見ときます。A 所有の公地について AB 間で売買契約がなされ。で、B は代金換算して引き渡しを受けたけども、移転登記はされずと。あららっと感じですね。で、その後、建物を建てて、住んでたんですけれども、引き渡しから5年余り経過した後に、やられたって感じですね。移転登記がされたと。はい。で、これで C が B に対して所有権に基づく建物所有権土地借地請求している。で、認められるかということで、まあ、認められそうな感じはしますね。なんとなくね。はい。所有権に基づく建物修復土地借地請求もちょっと、ね、手控えで書くのはもうやんちゃいので、これぐらいの手短さで書いていただいたらわかると思います。所有権、住居請求ね。これでもなんとなくわかるだろうと思います。で、これ C 所有。まあ C としては20譲渡で先に登記備えてますんで、確定的な所有権手に入れてますね。20譲渡で先に登記ね、これでも確定的な所有権あります。で、B が建物を所有し、土地占有してますので、請求原因も問題なく認められると。ということで、
訴訟物請求ぐらいについては何の問題もないね、感じになるかなと思います。で B の反論何かあるかということで、思いつかない方は物件的請求の引き出し思い出すといいですね。まず1個、占有権限。占有権限無理でしょうね。賃貸だったらありえるけどね、占有権限無理。じゃあ対抗要件権177条の関係でいくと、あるとしたら配信的役位者を何か使うことができるかどうかです。配信的役位者なので自分の方が優先する。ただこれ公弁として成り立つのかどうかっていうのはよくわからない問題ですね。その対抗要件のその177条の公弁に対して配信的役位という再反論、こういう感じでよく使うんですけどもね、所有権基づく変化責任に対して配信的役位者だから認められないっていうね、そういう使い方ってあんまりするもんじゃないので、まあ、これは書こうと思えば書けなくはないんですけども、よくわからない、ちょっと気持ち悪さの残るね、問題ではあるかなって気がします。まあ書いていただいても間違いじゃないですね。あなた配信的役者だからあなたからの所有権的責任認めないっていうね、そういうふうなまあ理屈をまあ177で立てるというのはまあないわけじゃないと思いますが、ちょっと一般的ではない使い方です。配信的役者の使い方はこうですよね。こっちだったらわからんじゃないです。これちょっと本問とは関係ないので、配信的役位者の典型的な使い方、 B から C に対する所有権基づく請求に対して C が私は第三者だよ、登記先にしたからねと言って拒むのに対して、配信的役位ということで177の公弁に対する再反論で使うのが典型例です。今回177の反論どころか177の請求でもないのでね、そこに配信的役者だけふっとポーッと出てくるっていうね、これちょっと気持ち悪いです。なので書かなくてもこれしゃあないかなってね、ええ感じもするとこです。なのでまああと残るとしたら留置権でしょうね。でまあ留置権としてタイへの415条、これはできないよということも一言触れておしまい、まあこれにするしかないかなというね、感じはします。てなとこで、配信的役位者の議論を入れることには少し戸惑いがあります。典型的な177条の反論というね、そういう場面ではないのでね、この配信的役者をこう使うという議論は少し気持ち悪さを感じて使っておいてください。使うならね、配信的役者典型的には177の反論に対する最高弁で使うもんだけれどもね、本件ではまあ所有権基づく請求で所有権者が、ね、配信的役者なので、その請求は審議則上を封ずるべきだと、したがって配信的役位として、その請求を拒めるんだ、まあ、そんなことを言うしかないんかなという、ね、感じがしますが、一応反論としてはこの2つがあり得るぐらいかなと思います。はい、括弧の2番、これはもう典型問題ここでも飛ばしたいぐらい、ね、感じはありますけれども、典型問題はないか、ちょっと難しいものあるか、括弧の2、スーパーマーケットを営む会社で、工事の売買契約、用地買収担当の D が、付近一帯が宅地造成されて良好な、加工の店舗用地になるものと判断し倍近い価格で、締結したものであるが、実際にそのような開発計画はなかったということで、 C 担当で、これが勘違いしてる、こんな感じですね。でこの場合の AC 間の問題ということで、こっちはもう典型問題ですね。動機の錯誤で無効だ、代金返せと、おそらくそういう話になると思いますね。C から A に対して代金変化請求、不当利得に基づく変化請求すると、で、その主張としては動機の錯誤で明示目次に表示されて契約内容になっていることで、今回は代金が2
2倍近い金額でやってますんでね、おそらくその動機が目次に表示と、で、かつ契約内容になってたというふうに言うことは特段妨げないものかなという感じがします。はい。なので、まあ、錯誤による、動機の錯誤によるね、主張というのは、まあ、一応は思いつくかなと思いますが、1点だけ注意ですね。まあ、これでいいのかなと思うんですけどもね、703で法律上の原因として95条でいいかなと思いますが、担当 D の錯誤で C が主張していいか、法人自身には仏壇錯誤ないんです、担当者が勘違いしたということで法人の錯誤と扱っていいかということで、101条に対しての意識を持っておいてください。101条の1項ですよね、ここの、まあ、法人の場合でも、まあ、もちろん代理人が錯誤したのであれば代理人の錯誤は本人の錯誤として扱う、まあ、そういうね、101条1項をかませるいうことを忘れないでねということですね、かつ担当者レベルでは代理人じゃありませんのでね、担当者は単なる、まあ、機関ですね、代表権限代理権限のない機関ですので、あくまでもその101条を使うときも代表者に錯誤があるかどうかというのを、まあ、見つけていってください。で、まあ、通常はね、担当が騙されとったら代表者もね、その話を真に受けてですね、同じように錯誤して契約に至るということで、まあ、その担当の錯誤で代表者も錯誤に至り、で101条1項によって錯誤無効の主張ができると。一応これね、代理人行為説ですので、代理人で、で、代理人というんだったら、まあ、いいんですけどもね、普通はちょっと、法人の場合は、法人の場合代表こそが代理人的な位置づけになりますので、代表者について見ているという意識を入れるとよっもっとね、論文のこう締まりが良くなるのかなという感じがします。はい、まあ、ちょっとした工夫ですね、代表者に錯誤があるかどうかを入れておくとよりアピールポイントになるかなというね、そんなお話です。はい、以上でいいでしょう。10問、こっちまで入っていきましょうか。まあ、なかなかこのね、合格度の作成講座、夜にやるっていうね、そういう講座で結構後ろの方になるとね、しんどいなってね、そうなる方ね、結構多いかなと思うんですけれども、まあ、ちょっとどうしても時間も遅いね、ところではあり、ちょっとね、まあ、頭もよく使うというところもあるんで、甘いものをね、ちょっとこう、取得する、摂取するってね、それちょっとありかなという気がします。糖分が欠けてくるとね、一気に疲れがね、出てきますんで、その辺ね、講義ね、途中でまあ、ね、休憩時間とかで甘いものとかね、そういうの摂取したりして、ちょっと、血糖値をね、ちょっと持っとくというのはありなのかなという感じはしてるね、そんな、まあ、講義の、内容にはなります。はい、10問目、入っていきましょうか。第10問。問いは一番下、以上の事案の AB 間 AD 間の法律関係、まあ、法律関係ときてますが主張反論にちゃんと置き換えて見ていくようにしてください。で、注意点これ D まで入ってますんでね、4人おります、4人いますので、ちょっとここの人間関係の取り違えないようにね、そこは気を使っておきましょう。はい、上からいきます。 A は B から著名な画家の署名入りの絵画、これを代金2000万で買い受けと、はい、AS2000 万と書いてます。で、画商絵画 C ですか、画家 C、これの署名入りだったんですけれども、で、引き渡しも受けた、代金も払ったということで、もう履行は済みですね。で、その当時 AB は本件絵画を C の新作と思っており、
新作と思っていた、もう思っていたというね、この表現からして、ああ、勘違いだったんだなってね、その辺の匂いが感じれるわけですが、新作であれば、通常の取引相当額であったと。で、A は、自宅の改装工事のために、画家経営する D に対して、1日1万円、報酬50万、との約定で保管委託。保管委託ですね。1日1万。50日。これを、依頼して渡したと。で、前払い。前払いのも入れておきます。その後、本件絵画が C の新作を模倣した偽物であって100万価値しかないということが判明と。はい、偽。100万と判明。やっぱ来たという感じですね。ということは A と B が同じ勘違いをしてたといわゆる共通錯誤というところがなんとなく論点とシャバッとで出てくる感じですね。共通錯誤の話なんかちょっと言及しといた方がいいんだろうなって感じもしてくるんですが、落ち着いてくださいね。ちゃんと主張反論の中で必要なところで論じましょう。はい。で、その後、代金の返還を求めて交渉したところで、引き渡し後20日に出荷による延焼によって画廊ともに滅失したと。はい、20日後に消失、まあ、消失の消の字間違えてますが、もうこの辺はあのご愛嬌ということで管理してくださいね。焼けるという感じ画数よりもね、こっちの方が少なかったんでこっちを選んだという感じですが、とりあえずまあ20日後に亡くなったというね、そういうものになっています。さあ、その間、その事案での AB 間 AD 間ということで、どちらも A が入ってます。まあどっちから書いてもいいですけども、とりあえず AB 間からいきましょうか。はい。A としては B に何を請求したいでしょう。というと、それはもちろん金返せですよね。代金返せというのが、まあ当然考えられまして。不当利得返還請求です。で、代金返せの法律構成ですけれども、素直にいけば錯誤無効でしょうね。動機の錯誤になってきますので、とりあえず錯誤論動機の問題、それからまあ要素、このあたりが要件になってきまして、一応それらの当てはめ認定を欠かさずにやりましょう。はい。で、一応動機の錯誤もすでにね、この論観論合格等作成講座の中でももう2回ぐらいねできたところですので、もう中身は省略しますが、明示目次に表示されて契約内容になっていた2000万という金額からすれば、本物だと思ったという動機は明示目次に少なくとも表示され、契約内容には反映されてたというふうに言うことは、特段、障害ないだろうと思います。2000万、ね、本物であれば相当価格、そこも入れたらね、動機が明示目次に表示されて契約内容に反映されていた。そこまでね、当てはめすることは十分できるだろうと思います。しかも、普通の人であれば、2000万も払ってるというね、偽物だと分かってたら2000万も払ってませんね。なので、要素性もあり、動機の錯誤で無効処はできるかなと思います。はい。そうすると、あら、共通錯誤の話書くとこないなという感じになりそうなんですけどね。共通錯誤、まあ一言触れといてもいいですが、どういう形で触れるか結構難しさ、これはあります。共通錯誤って一体何なのかっていうと、重過失の反論をさせないっていうね、とにかく無効にするっていうお話でした。ですかね、共通錯誤があった時、95条の正し書きを使わない、こういう話です。重過失があったとしても有効にはしない、ね、共通錯誤するのとにかく無効です。書き方としてはこういう書き方ですね。仮に重過失があったとしても無効にするっていうね、そういう言い方しとけばいいだろうと思います。はい。ちなみにですが、今回の、錯誤無効でいかずに貸し担保の解除でいくという方もね、おそらくいただろうと思いますが、それでも OK です。新作か偽物かというのね、これは要は目的物の瑕疵、これに当たるということで、貸し担保による解除で代金返還請求、
こういう法律構成でね、その代金返還請求を立てたと、これはもちろんね、別構成として十分ありです。はい、別解で書いておきます。まあ、570、566、まあ、これでもいいですということで、まあ、これで、一応2000万の請求権、これの請求原因は立ったということになりますが、当然反論がありますね。ああ、また来たというね、もう今回の問題検討の中でもうすでに3回目ですよね。目的物が滅失っていうね、そんなお話でして、はい、目的物が滅失ということで、目的物返還との同時履行、これはできません。で、536、ちょっとこれもしないと。で、価格返還義務です。ただ価格返還義務するにしても、今回はおそらくですが100万、目的物の価格、本来だったら100万程度の価値しかなかったというね、そういう話ですので、まあ、B の元に返すとしても100万限度の価格返還義務かなというね、そんな感じがします。おわ、滅失しているのでゼロだと。現存利益なしですね。現存利益なしというところと、整合性とってゼロにするか。まあ、どっちかでしょうね。まあ、ちょっとどっちもあり得るところですが、はい、まあ、仮に価格償還義務するとしたら、総裁の公弁ですね、総裁を認めて1900万の返還請求という形になるのかなと思います。はい、でこれで終わりということ、もう一個ぐらい上げてもいいかな。まあ、AD 間の検討終わってからでもいいんですけどもね、A として見たら、払った保管料無駄になったっていうことで、この無駄になった分の損害賠償請求なんかしたいなという感じがしません？ 50 万なんか今回ので無駄になったというふうなことで、何かこの無駄になった50万を取り返すね、そういうふうな請求も B に対してしうるというのは考えられます。で、損害賠償となってくると、こっちにせざるを得ないでしょうね。570条貸担保損害賠償でしょうね。不法行為とか債務不履行、債務不履行今回ないのでね、債務不履行はないとなると、貸担保あるいは不法行為、この中のどれかで、不法行為も今回お隣からの延焼ですのでね、お隣からの延焼に何か B が関わったとこれでもない限りはちょっと難しいかなと思うので、あるとしたら担保責任による損害賠償、この限度かなと思います。で、損害賠償としては信頼利益限度に限るかどうか、まあ、ここは担保責任の法的性質次第ですね。一応実務的には法定責任説がベースであるというふうに言われておりまして、まあ、判例的には信頼利益に限るというふうな、ね、理屈が、まあ、おおむね、メインかなと思われますが、まあ、もちろんここは、ね、契約責任説で書いていただいても結構です、ね、どっちでも好きなように書いておいてくださいというところになるでしょうか。はい、信頼利益に限るかで、信頼利益に当たるか中と、実際のところ損害は次の D から回収できる額、これを引いておいてください。なんでそんなのが出てくるんでしょう。この後 D の検討するんですけどね、先にこの D の検討したら思いつくんですけどね、D の関係でいくと、保管契約、これが途中で無効になってますんで、払いすぎた報酬返せ中で、そういうふうに普通はなるだろうと思います。なのでそれのことも考えると、まあ、AD 間では
少なくとも30日分。30万ですね。これは保管してないんだから返せというふうに言えるはずですね。不当利得。いわゆる過払いっていうやつですね。20日分の仕事しかしてないのに50日分を取ってると過払いだというようなことでね、ここはまあ50日分、差額30万、これの返還請求と、これはまあ十分考えられます。で、帰宅契約ですので、一応継続的な契約、物が滅失したらそこで当然終了という感じですね。賃貸借の終了法理、そのまま帰宅契約に応用が効けるかなと思いますので、まあ、その時点で契約終了、30日分は不当利得になるかなということで、まあいいだろうと思います。なので、まあ一応損害として請求するとしても20万でしょう。はい。で、20万。まあ、契約有効だと信頼したがために被った損害中ね。そんなことになるのかな。信頼利益の定義には多分ビシッと当たるかなという気がします。はい。信頼利益か履行利益かね。これはまあ、契約責任説に立つならば、まあ、ナンセンスな議論になってきますが、法定責任説で行く方は、信頼利益かどうかの判断は定義に当てはめて、ちょっとやるようにしておいてください。信頼利益の定義、契約を有効だと信頼したことによって被った損害。今回の契約が有効だと信じたために被った損害であれば信頼利益に当たります。契約が有効だと思ったから保管委託契約したはずですのでね、信頼利益のところは多分ね、一応当たりうるところになるだろうと思います。ただまあ厳密な問題いくと相当因果関係のところどうなのってね、そこもまあ議論しようと思えばできるところでしてね、相当因果関係論もまあ追加で議論していただいてももちろんいいところです。特別損害、考えられる方はね、この後も入れといてくださいね。20万について、損害は損害ですが特別損害に当たりますので、416の2項の予見可能性、これは当てはめの中には入れといた方がいいだろうと思います。ああ大変な問題だとね、感じがしますけども、この問題結構難しいですね、結構シンプルそうに見えてですね、なかなかこう骨のあるね、そういう問題ですので、まあちょっとね、何度も何度も解いてもいいぐらいの、問題かなという感じはします。はい。次のところ行きましょうか。11問、まあここで多分今日はタイムアップかなというね、感じがしますけれども、第11問、はい、ここまでちょっと見ておきます。問いの11、一番下が問いですね。 ABC の法律関係論図よ、まあ、こうなってますが、まあ、3人の間の法律関係でちょっとこれね、問いが ABC の間の法律関係でこれ3者の法律関係と言ってますが2者間に分解してください。こうすると AB、BC、CA この3つに分けられるはずなのでね、この3つをちゃんと漏れなく検討するというのに気づいてくださいね。この第11問の最後のとこ、ABC、ね、AB 間 AC 間じゃないからね、AB および C という書き方は、この3人の間の法律関係なので、AB と BC と CA の3つがあるというふうに読んでください。これが AB 間 AC 間というふうに書いておったらそこだけ見たらいいですが、AB および C なのでね、ちゃんと3つ、法律関係が出てくるよと。この3つですよね、ちゃんと全部検討するということを読み取ってください。はい。で、問題としては、すみませんね、その右に映像を書いていきますが、A が B に対し、虚偽の事実を述べ、お隣には地下鉄の駅ができる予定があるので値上がりするだろうということで、嘘を述べて、高値で売却した、ね、1000万で売却して移転登記を済ませたと。その後 B は土地を C に賃貸して10万円の賃料を受領していると。ただし C はその賃借権につき対抗要件なしと。
土地の賃貸借ですからね、登記をするか建物を建てるで登記するしかないんですけども、まあ、それらの対抗権ないというね、そんな感じですが、 C としては全員無価質だと。全員無価質だよと。で、その後詐欺に気づいて取り消しと、こうなってます。ということで、まあどういった紛争が AB 間 BC 間 AC 間にあるかというところを、まあ漏れなく一応検討していくという感じになります。で、こういった問題、まあ、なかなかどこから検討するかって、ね、判別難しいんでね、もうとりあえず思いついたところからいくというのがいいかなと思いますね。で、一番根本的な原因のあるところですね、そこから見ていったらいいですね。そうすると、まあ、AB 間、ここに根本的な原因があるね、契約上の根本的な問題があるので、AB 間からまあ見ていこうというふうにするのが素直かなというね、そんな感じがします。なので、まあ、まずは AB 間。何があるかって言ったら、B から A に対して、不当利得返還請求で代金返せと、まあ、こういう主張があり得るよということになるでしょうね。はい、で今回の場合は別に土地が滅失したわけじゃありませんのでね、土地が滅失したというのはないので、まあ、当然 A としてみたら土地返せと同時利己の公弁ですよね。これがあり得ることになります。ただちょっと待ってという感じも気づけると嬉しいです。お前詐欺師やろという感じですね。お前詐欺師のくせに同時利己の公弁言うんかいというような感じでね、留置権だったらこれ絶対言えなかったはずでね、留置権であれば不法行為者による留置権主張できない、同時利己でも同じようにしようというのは十分ありえますということで、まあ、これはちょっとね、入門のテキストにもちょっと載ってはいますけどもね、詐欺師からの同時履行の主張というのはちょっと公平に反するということで、同時履行の主張を認めない、というのは十分あり得るかなと思います。はい、AB 間としてはまずこの債権的な請求ですね、金返せというふうな話がまず1個あり得るんですが、それだけか中途、今回賃料という紐がついてですね、紐といいますかね、賃料というものがついてましてね、 A からの逆襲がありえるんです。詐欺で取り消したんだったら遡って私の所有だよねと、今までの間の所有者も私なんだから、その間の月10万の賃料分不当利得で返せと、理屈としてはあり得る話です。まあこの代金返還請求に対する公弁で入れても結構ですけどね、代金返還請求に対する公弁で別の公弁としてね、その賃料の月10万円分相殺だというふうに言うね、これはまあないわけじゃないかなという気はしますけれども、物の返還に伴うもので、今回は189条1項に気づけるといいですね。賃料返せ何言うてんねんと、全員占有者だと、詐欺に気づいて取り消すまでは全員占有者だったはずでね、そういう意味でこの全員占有者の果実の返還、これは拒むと、こういう反論は十分考えられるかなと思います。この果実の返還の時にね、189を使うというね、これはよくよく使う話です。果実の返還請求に対してのね、189の反論というこの構造ですね、時々ちょっとありますんでね、今回ちょっと見落とした方は、まあ、今回の問題についてはしゃあないですけれども、次以降ですね、果実の返還に対しての189というこの構造はよく出てくるというね、この意識をちょっと持っておくといいだろうと思います。はい、ということで189の反論できるんで、まあ、703請求は認めないということでいいだろうと思います。さあ AB 間が終わっただけ、次何があるか、 AC 間で何かありそうですね。 A が所有権回復したんだから C 出ていけと、こういう反論がどうも起こりそうです。 AC 間、所有権に基づく返還請求で A 所有、 AB 売買詐欺取り消し、
所有権回復したということで、それにその土地を C が占有しているので所有権基づく返還請求がありえそうです。これに対して C の反論、まあ典型論点中の典型論点ですね、取り消し前の第三者だということで96条3項だということでね、ここはまあ蹴りがつく話でしょう。でわざわざ登記備えてない、対抗要件備えてないって書いてるんでね、対抗要件の要否も議論しておいてくださいね。対抗要件の要否96条3項では不要説でしたよね。でかつ善意無価値って書いてますので、96条の3項の善意を善意無価値だと解釈する必要はありません。もう善意無価値なのでね、どんな立場に立っても C は善意の第三者に当たりますので、善意の解釈入れてもいいし入れなくても問題なしというね、善意の第三者に当たると一言も触れとけば必要十分という感じになるでしょう。はい、ぐらいかな。対抗要件不要説ですので、まあこれでいいだろうと思います。なので所有権基づく返還請求に対して賃借権の公弁が成り立つということになりますね。これね、賃借権の公弁が成り立つということは、賃料請求あり得る。でここも民法の、請求権ですね、幅広く見てください。物件的請求だけじゃなくて債権的請求もあり得るというところが思いつけば出てくるお話かもしれませんね。物件的な請求としてはこれは賃借権の公弁立って無理だった。だったとしたらじゃあ債権的な請求で賃貸借基づく請求ってのはあり得るんじゃないかと。つまり賃貸人の地位の移転の議論をちょっと入れておくということになりますけどね。今回の詐欺取り消し、詐欺取り消しが96条3項で、効力生じないということで、これは、ね、賃借権をそのまま移行したまま A に移していくということになると思いますね。なので賃貸人の地位の移転の議論をして賃料請求ですね、これを認めることになるだろうと思いますが、登記すればかですね。これね、賃貸人の地位の移転の議論に入ってきますが、登記をして初めて請求できると。ああしんどいってね、感じですね。これ、まあ、問題検討の際に、まあ、請求権を落とすっていうのはこれ時々はありますけれども、請求権を落とさないためにするためにはどうするかと、物件的請求債権的請求その2つがあるよというところをベースに置いといてね、で物件的請求終わったらじゃあ次債権的請求どうかなとかね、そういう視点でちょっとね物件債権というね、この2点をちゃんとこう、引き出しとして持っておくというのがいいだろうと思います。はい、あとなんかあるか。 BC 間ですかね、残るとしたらね。 BC 間賃貸借契約どうなるか、以後無関係になるでしょうね。この詐欺取り消しによって B の賃貸人の地位が A に移るということになるだろうと思いますので、これはもう BC 間何の関係もないということになるだろうと思います。はい、それぐらいでまあいいかなと思います。回答例 BC 間無視したなって感じですね。BC 間の関係ね、一個も書いてないんですが、ないにしても一言ぐらい書いときましょうよね。そこ何も考えてなかったら問題忘れたのかってね、そういうことになりかねませんので、まあ第3ということで BC 間について、BC 間については賃貸人の地位がまあ A に移るので、特段法律関係ね、これは生じないと、まあいうことでいいんじゃないかなと思います。はい、あとは第2 AB 間の関係のところが2575類推にしてるけど、ようわからんですね。703の189という、この小反論で十分かなというね、気がするので、703、189の方を、まあ、書いてもらったらいいかな。575ってなかなか普段思いつかないと思いますんでね。575条、こんなのも論文で使うのかってね。こういうふうになりそうなところでありますが、189はちょっと、ごめんなさい。575、類推。これはちょっとアクロバティックすぎるなってね、感じがします。そういう意味でちょっとここはもう省いといていただいて大丈夫です。まあ、それよりも189をね、言及していただいた方がいいだろうと思います。はい。ということで、今回の問題検討、ちょっとゆっくりめにしましたね。11問までしか行きませんでしたけど、次回以降ですね、その検討のプロセス、かなりちょっと端折りながら行く可能性がありますけれども、基本的には20問前後ね、検討していくということで、次回できたら32ぐらいまでね、用意していただけたらと思います。まあ、そうは言っても多分、
15、6問で終わるかなってね、気もしますが、まあ、貯金ができたと、そうなったらね、貯金ができたというふうに思っていただいて、ちょっとね、早め早めにちょっと問題検討していくという感じにしておいてください。まあ、問題ね、かなりね、たくさん検討していきますけれども、まあ、間違いなくね、民法に限らず問題の検討の力ね、ついていくかなと思いますんでね、できたら最後まで、受けていただければなというふうに思っております。はい、そういうことで第1回これで終わります。どうもお疲れ様でした。